どうも、東海釣り三昧です。この動画では、魚の極限まで血を抜く方法、ごめんなさい、これちょっと指怪我してて、釣り場で、ナイフとかハサミだけで、極限まで血を抜く方法。あと、自分が食べたいタイミングに合わせて、熟成タイミングを持ってくるための超理論的な方法。これはメインは温度管理になります。あと、神経締めするかしないか。これは血抜きね。血抜き。極限まで血を抜く方法と、自分が食べるタイミングに、一番熟成された状態を持ってくる方法。と、そもそも熟成とは何なのかとか、どうやったらそのタイミングにしっかり持ってくるように自分で理解することができるのかっていうのを、超理論的に解説していきたいと思います。じゃあね、これね、サムネイルのアジ。これね、閲覧注意にしてましたけど、これね、内臓全部残ってるんで開けますね。開けます。オープン。はい、こういう状態。これを使ってね、血抜きのどこを切るとどういうふうに抜けるのかっていうのをね、しっかり説明したいんですけど、これで説明する前にとりあえずね、ヒラメで、ただただのじめしたヒラメと、僕流の血抜きをした血抜きと、あとホースでね、多分こんな動画見てる人はね、何回も見てると思うんだけど、ホースで血を抜く方法と3種類ね、試したやつがあるので、そちらをご覧ください。こちらがね、ちょっと血抜きを、違う血抜きで3枚、ヒラメでね、試したやつなんですけど、これがただの氷締め。で、これは今回僕が紹介する血抜き方法で血を抜いたやつ。で、これは、これね、よく YouTube で出てる。お尻から、尻尾の方からこれで抜いた後、お腹側から、これちょっと斜めにね、ホースを斜めにしたやつをお腹に刺して抜いたやつです。ちょっとね、血が滲んじゃったのはね、あれ、ちょっと水圧が強すぎたのかな。これはちょっと僕の技量不足ということで。で、これね、とりあえず、のじめと、今回僕が紹介する血抜き方法の差。このね、毛細血管見てもらうとわかると思うんですけどね。すごい綺麗になりましたよね。これちょっと、これも多分内出血だと思うんですけど。うっすら。だけど、身の方のね、毛細血管の血はだいぶ抜けてると思います。これ、水圧で抜いた方。水圧で抜いたやつとほとんど差がないぐらいね。やっぱね、水圧で抜くとね、太い血管がね、すごい綺麗になるんで。ここの差はね、出ますけど、ここの差。ただ、毛細血管の差はそんなにないんじゃないかなって。こっちはちょっとね、技術を要する感じなので、多分、もっとね、本職のプロの人がね、やるともっと綺麗に抜けるのかもしれないけど。でも、かなり近いぐらい抜けてると思います。全然違うもんね。それではね、これの血抜き方法も含めて、紹介していきたいと思います。はい。ということで、だいぶね、ホースで抜いたやつ、ホースで抜いたやつは技術的な問題もあると思うんで、ちょっとね、本職の人がやったらわかんないんですけど、僕が、それなりに練習してやった感じでは、ほとんどね、僕が抜いた血を抜いたやつと、そんなに大差はなかったと思うんですけど、それをね、どうやってやったかを、これをで説明する前にね、どうやってやったかを、実際に魚を締めてるところ、ちょっとヒラメじゃなくて他の魚でやってるんですけど、どうやって締めたかを見てもらいたい。ですけど、さらにその前に、もうちょっとね、先に、初めにって感じで伝えておきたいことがあるので、そちらをご覧ください。それではね、まずね、ちょっと、最初に、初めにってことでね、この解説、この解説っていうか、この動画全体に言えることなんですけど、素人の僕が素人なりにいろいろ考えて、調べて、まとめた僕なりの考えです。論文は腐るほど読みまくったし、論文っていうかな、文献。いろんな研究者がまとめた文献みたいのを片っ端から読んで、一個読んだらそれを信じきるのではなく、それに対して否定してるようなとか、検証してるような、文献も探したりして、とりあえずかなりこの、どうだろう。1年間ぐらいかな。ひたすら調べまくった内容をね、まとめたものです。間違えた解釈もあるかもしれないので、あらかじめご了承くださいということでね、結構、
言い切りの形で、ですとか、こうです、ああですって言って、言い切りの形でやってきますけど、あくまでも一応間違えた解釈もあるかもしれないってことで、だと思いますとか、かもしれないとか、ね、ちょっとめんどくさいんでね、ちょっと言い切りの形で進めていきますが、その辺はあらかじめご了承ください。で、これをね、紹介していく前に、まず、三昧流。僕、東海釣り三昧でやってるんで、まあ、三昧流って適当に名前つけましたけど、三昧流の魚の締め方、血抜き、保存方法とは、まずね、釣り人が自分で美味しい魚をいただくための方法。釣り人が自分でね。釣り人が自分で。人に食べさす場合とか、漁師さんが誰かに食べさす場合はベースの話ね。ちょっと例えで言うと、漁師さんとか魚屋さん、魚を扱うプロの方たちですよね。それと、僕ら、釣り人。まあ、自分が食べる場合です。人にあげる場合はちょっと話が別。まあ、自分が食べる場合。魚屋、漁師、魚を扱うプロの人たちは、いつ誰がどんな調理をして、それを誰が食べるかわからない。それはそうですよね。そもそも、ね、魚屋さんなんて誰が釣ってきたかも、誰が釣ってきたかは最近わかるのか。だけどね、いつ釣ってどんな風に締めてとかそういうのがね、ほとんどわからないし。じゃあそれを誰がいつどんな風に調理して、誰が食べるのか。どのタイミングでっていう。まあ、それ全然わからない。把握できない。ってことはね、できる限り鮮度を保てばどんな条件にも対応できる。まあ、このね、鮮度を保つっていうのは、まあ、刺身で食べれる状態ってことかな。漁師さんとか魚屋さんとかのね、できる限り鮮度を保たなきゃいけない人たちの方法が世に出回ってるってことに気がついたんですよね。まあ、気がついたっていうとちょっと偉そうな感じはするけど。で、釣り人っていうのは、いつ誰がどんな調理をして誰が食べるのか全て把握できるっていうか、まあ、釣り人で、まあ、奥さんが調理するなり、まあ僕はね、全部自分で釣って、自分が調理して、で、自分がどんな調理をするか自分で決めてから、自分で食べるので、基本的には。だからもう全て自分が思いのままに、コントロールできる。自分が食べたいタイミングに最高の状態にできると嬉しいはず。まあこれはね、人それぞれあると思うんで、まあ僕なりの考えですけど、自分が食べたい時に理論上一番旨味成分が多いと言われている状態。あとはそれぞれの好みに応じてね、食べたいタイミングってあると思うんですけど、まあそのタイミングを自分が食べたい時に持ってこれると。ね、うわ、これ寝かしすぎたわとか、うわ、これちょっと早すぎたとか、多分魚ずっと食べてる人だったらね、あると思うんですけどね。自分が食べたいタイミングに魚が最高の状態にできると嬉しい。自分が食べたいタイミングに魚が最高の状態にできると嬉しい。はず。これはまあ人それぞれっていうのがあるかなと思って。でね。で、僕はこのね、三昧流っていうのはね、自分が食べたいタイミングって言ってもまあ、多少なりの制限はありますけど、今釣った瞬間に、今最高のタイミングに持ってきたいっていうのはちょっと厳しいんだけど、まあでも、ある程度、その日に食べるのか、3日後、1週間後、まあそのぐらいのコントロールはね、自分でできます。ある程度、まあ魚種にもよりますけど、やっぱり足の速い魚もいれば、すごく鮮度が保ち続けられる魚もいるのでね、魚種によって多少の差はありますけども、でもある程度のね、熟成期間のコントロールは可能だということに気がつきました。でもそもそもプロと同じように鮮度を保っときゃ何でも対応できるからいいんじゃねえの？と、僕もね、最初思ってたんですよ。でもね、鮮度を保つとね、鮮度を保てる代わりに旨味成分、これちょっとね、後でね、旨味成分ってイノシン酸だけじゃないんだけど、これもっと後でね、詳しく説明しますけども。まあでも、魚の旨味成分の一番のメインって言ったらこのイノシン酸っていう旨味成分。で、この旨味成分がピークになった時。まあね、だんだん増えてって徐々に減っていくんだけど、そのピークになった時のピークの総量は減ります。まあどういうことかっていうと、じゃあね、ここにね、ちょっと書いていっちゃいますね。
これ縦がイノシン酸で、横が時間だと思ってください。で、イノシン酸の量をグラフにすると、こう、ずーっとイノシン酸だんだん増えてって、で、また減ってくるんですけど、これがね、この、できる限り鮮度を保つ方法をやると、このイノシン酸のピークを迎えるのは遅くできるんだけど、その代わり、ピーク時の量は、ここね、ここと、まあ、これちょっと適当だけど、グラフは。ここみたいな。こんだけのね、差が生まれます。だから、できるだけ、早く食べた方が、で、このタイミングがどこに来るのかっていうのを理論的に分かってれば、イノシン酸の量をすごい増やしつつ、できるだけ早く食べる。魚釣りする人だったら、その釣った時の興奮とかさ、余韻とかに浸りながら食べたいと思うんですけど、まあ、少なからず僕はそうなんですけどね。できるだけ早くこのね、イノシン酸がピークになるタイミングをこっちの方に、こっちってその時間的にあまり経ってない時、できれば朝釣って帰ってきたら夜にはピークになるような保存方法とかはね、発見できればと思っていろいろ調べてたんですけど、まあ、それが実際、まあ、大体、まあ、最低でも10時間から20時間は欲しいんですけど、でもそのね、朝釣って帰ってきて10時間、20時間だったら、その日のうちか、まあ、翌日ぐらいにはピークを持ってこれるという、まあ、それをね、どうやったらできるのかっていうのを超理論的にこの動画では、説明していきたいと思います。で、もう一個ちょっとね、この動画を見ていただくにあたって、先にね、価値観っていうかそういうのをね、共通の認識にしておきたいので、まず、うまい魚とは何なのかっていうことですよね。まあ、これは厳密な定義はないみたいなんだけど、美味しいっていうのとうまいっていうの。字の違いで、ここと、これ、まあこの、美味しいって、うまいって、これでうまいとも読ます場合もあるけど、まあ、この美味っていうのとうまいっていうので、ちょっとこの動画内では分けておきたいなと思って、まず、この美味しい、美味であるの美味しいっていうのは、まあ、個人の好き嫌いとか、その場の雰囲気とか、気分によって左右されるもの。で、うまいっていうのは、旨味成分が豊富な状態。だから、旨味成分っていうのは、三大旨味成分って有名なのがあるけど、グルタミン酸。グルタミン酸って昆布にあるね。あと、魚にも、まあ、生まれてても、あ、魚は生きてても死んでても、このグルタミン酸は一定量あります。で、死んだ後に増えてくるのがイノシン酸。イノシン酸は、魚の旨味成分ね。あと、グアニル酸はこれ、干し椎茸。多分、干し椎茸にしかないのかなって言っても過言ではないぐらい干し椎茸の旨味。これ、だから、魚の昆布締めって旨味爆発みたいな感じになるけど、このグルタミンとね、イノシン酸が合わさって、この旨味成分っていうのはね、合わさることによって、それ単体ではあんまり旨味成分感じないんだけど、合わさることによって相乗効果ですごく旨味が増すっていうね、性質を持ってるみたいで。まあ、それの話をしだすと、なんか人間のこの下ベロのね、味蕾の、性の味蕾っていう、味を感じるセンサーのところの話になってきちゃうので、まあ、その辺はちょっとね、話が逸れてきちゃうので、まあ、興味がある人は調べてみてください。で、この三大旨味成分の他に、AMP っていうのはこのイノシン酸に代わる一個手前の話なんだけど、まあ、これもね、こういう分解の流れも、この最後の方にね、超マニアックなんで、まあ、最後の方に解説入れておきます。まあ、この AMP ってアデノシン一リン酸っていう物質なんだけど、これはイカの主な旨味成分になります。これもね、相乗効果で旨味を感じるもの。あと、有利アミノ酸。有利アミノ酸っていうのは、タンパク質、まあ、普通のただの単体のアミノ酸のことなんだけど、アミノ酸っていっぱいあって、タンパク質ってたくさんのアミノ酸がいっぱい集まってできてるのがタンパク質で、そのタンパク質を分解されて、していくと、タンパク質が分解されていくと、この有利アミノ酸っていうのに変わってきます。まあ、あと他にね、乳酸とか pH。pH っていうのは、酸性とか、アルカリ性とか。pH っていうのはね、これ、鮮度指数ですね。まあ、この辺はね、全部一個一個後でね、クソマニアックな感じで、
超理論的に解説していきますので、まあ、興味がある方は最後まで見てみてください。で、他にね、ちょっと旨味とは別なんだけど、臭み成分ね、あの、腐っていく方向の話。このジメチルアミンとかトリメチルアミンっても魚臭。これがね、主な魚臭みたいです。あと、過酸化脂質。過酸化脂質っていうのは、魚の油って、不飽和脂肪酸って言って、すごく酸化しやすい油なんですよね。スモークポイントって言って発煙点もすごく低いので、できれば焼き魚とかをやるときはそんなに温度を上げすぎない方がいいです。上げすぎちゃうとね、過酸化脂質に変わって、油がちょっと臭くなるので、厳密に言うとだけど、それをね、察知できる人間がいるかどうかって言ったらわかんないんだけど、厳密に言うと、魚の油は酸化しやすいのでね。で、酸化すると、すごい使い込んだ天ぷら油みたいな感じになります。まぁ、ちょっと感じが違うけど、まあ、すごい酸化した油ってことね。まあ、これはちょっと魚の臭み成分です。まあ、これもね、また後で最後の方に解説したいと思います。で、この、美味しいとうまい。僕は、この動画ではこのうまいっていうのを超理論的に解説してる動画です、この動画は。だけど僕は本当に求めてるのはこの美味しい方ですね。まあなんか釣れたちと魚釣り始めたばっかりの釣れたちで、ね、みんなでアジ釣り行って、で、もう締め方も何も知らん、そのまんまもう発泡スチロールかなんかにぶち込んで帰ってきちゃって、で、みんなで刺身にしてみようぜって、見よう見まねでね、ズタボラになりながら刺身にして、でも釣りたてうめえとか言いながらね、ビールでも飲んでりゃね、最高に美味しい食べ方だと思うんで、まあそんな時にね、まあその、釣れたちの性格にもよるかもしれないけど、いや、うまい魚とは、とか、うんちく語り出されても、いや、逆にまずくなるわって話なんだけど、まあだから本当にね、僕が求めてるのはこの美味しい。で、美味しいっていうのはやっぱり個人の好き嫌いとかさ、まだ身が、魚のね、身が歯ごたえがあってゴリゴリの状態の方が好きだって人もいれば、多少クタクタになってても旨味がしっかりある方が好きだって人もいるので、まあ、この動画を見てね、その旨味成分の上がったり下がったりとか、身の強度がね、上がったり下がったりするののね、自分が好きなタイミングを測るきっかけになればなと思います。それじゃあね、ちょっとね、前置きが超長くなっちゃいましたけど、実際にね、その、魚の血抜き方法とか、最初に紹介したヒラメの血を抜いた時のね、血抜き方法とか、まあその他もろもろ、魚の締め方をね、一通り、実際に魚を使って、実際の魚を使ってね、解説してみたいと思います。それでは実際ね、魚を、締める手順を、僕なりのね、手順を、解説していきたいと思います。まあこれスーパーでね、解説用に買ってきたレンコダイなんですけど、まあもう、とっくに死後硬直も終わっちゃってる魚なんでね、本来はやらない方がいいんだけど、まあとりあえず解説用として、このお魚でやっていきたいと思います。まず、軍手はね、した方がいいと思います。体温がね、直接伝わらないように。で、これ今水道でやってますけど、本来だったら釣り場でね、現地でやると思うので、まあ、現地で、バケツに海水汲んでやってください。で、まずね、これ、乾いてるとあんまり意味ないんで、水でね、ごめん、当たっちゃった。水でしっかり濡らします。んで、締めるのに使うのは、できればハサミとナイフ。ハサミだけでもナイフだけでもどっちでもできますけどね。はい、じゃあまず、やりましょう。じゃあね、これまず、今釣ったばっかです。今釣りました。今釣りましたよって、まだ生きてる状態ですよっていう状態。で、まあ、いつ締めるかっていうタイミングの話もあるんだけど、そういう細かい話は、魚種別、青物、赤身の魚と白身の魚、あといつ食べるかっていうのは、すごい細かい話になってくるので、動画の一番最後にね、文字で説明したいので、とりあえず手順だけ、ここでは解説したいと思います。まず釣りました後、まあ、イケスでね、生かしとくなり、スカレで生かしとくなり、まあ、その一匹で持って帰るんだったら、もう、釣ってすぐでもいいんですけど、釣ってすぐ締めた魚は、すぐ死後硬直が始まっちゃいます。まあ、ただね、旨味成分が減ると思ってる人もいるみたいだけど、それは勘違いなので、まあ、とりあえず、すぐ締めちゃっても問題ありません。で、まずね、
釣りましたと。で、まあ、生けすでできればスカリでね、生かしとく。か、その日食べる魚はすぐ締めちゃってもいいんだけど、まあ、そういう細かい話は後でいいや。まあ、その締めるタイミングになったら、まずこめかみね、この目と側線の終わりとエラの付け根のちょうどこう三角になったところらへん、この辺に脳があるんで、もうこう横にやるとね、当たりにくいんで、ちょっと斜め上からハサミで、こうグリッと、手刺さないようにね。まず脳を締めます。こうやって脳が締まると口がパカーンって開くんで、エラはピーンって立ってね。はい、まず脳を締めました。そしたら、できればね、魚体の右側ね、魚って盛り付けるときこっち向きに置くから、体の右側を穴開けた方がいいですね。はい、で、その次。まだ生きてます。まだ生きてますって時に、エラ蓋開けてもらって、エラ蓋切らないように、まあ、軍手してるからよっぽどいいと思うけど、エラを片側だけ、両側ありますけど、片側だけ、まあ、膜ごと切っちゃってもいいし、どっちでもいいんだけど、エラをハサミで切ります。上切ってもいいし、下切ってもいいし、真ん中切ってもいいし、どこ切ってもいいです。それはね、後で説明します。とりあえず片側だけ切ります。んで、この状態で、一旦、この中に、これ今水だけど、海水の中、これまだパカパカしてると、血がね、すごい出てくるんで、この状態で、30秒ぐらいかな。大きさにもよるけど。30秒ぐらい、ちょっと、ヒクヒクさしときます。で、30秒経ちましたと。まあ、30秒ぐらいね、だいたい。何匹もおれば、その間、何匹もこれ処理しなきゃいけないから。やりましたと。はい、終わりましたと。そしたら、今度、ナイフで、ここの、まあ、これはどっち向きでもいいんだけど、膜を切って、できるだけ上の方、心臓が下の方にあるので、上の方だけ切って、んで、このまま背骨に当たるところまで切ります。まあ、この時にね、背骨ごと一回断ち切っちゃってもいいんだけど、まあ、血管が切れりゃいいです。んで、バケツの中に入れて、雑巾絞りの要領みたいな感じでね、ちょっとね、こう手でギュってね、圧迫してやる。これ死後硬直した後の魚でやると本当はね、身割れしちゃうからやんない方がいいんだけど、ちょっとね、こう、両側から外側、真ん中に太い血管が通ってるので、このね、側線のところか。ここに太い血管が通ってるので、この毛細血管の方から太い血管の方に寄せてやる感じでね、ギュギュって、尻尾の方から真ん中に、尻尾の方から真ん中に、で、上の方から真ん中に。で、内臓は押さえないように、内臓潰れちゃうから。そんな感じで、こう、外側から中の方に、中の、で、心臓に返してやるイメージで、ちょっと圧迫してやる。ギュ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 って。これ、でっかい魚でも順番に尻尾の方からね、末端の方から中心に向かって押してやればいいです。ってやるとね、かなり血が出る。そうすると、この辺に溜まった毛細血管のね、血がね、めっちゃ抜けるんですよね。で、ギュってちょっと圧迫してやる。で、乳搾りするみたいにね、ちょっとこういうイメージで。あんまりやりすぎる、あんまり魚が潰れるほどね、やっちゃダメだけど。はい。で、今もうここに血が集まってきましたっていう感じなので、そしたら、この中から血が出たやつがお腹の中に溜まってるので、この状態で初めて膜をね、まあ、両側、ズボッと切っちゃえばいいと思います。んで、尻尾側、もう。いや、やりにくいな、台所。尻尾も切ってやる。切りすぎた。んで、この状態で、これはよく見るやつね。ぎゅーっと、ぎゅーっと、尻尾の方から、ぎゅーっと雑巾絞りするみたいにね、血を、
送り出すイメージで送ってやる。で、最後にもう一回ね、キュッキュッキュッと圧迫して、で、この中の今内臓の中に溜まった血を洗う。そうすると、内臓の中からの血もしっかり出ます。これでね、かなり血が抜けるもん。まあ、ここまでやらなくてもいいんじゃないのって感じだけど、やっぱね、これが一番ね、ホースで抜いた時に近いレベルでね、血が抜けます。まあ、フリフリするときはね、下っ側に抜きたいからね、ちょっと下っ側抜けて、フリフリしてやれば。んで、最後、この中に溜まった水を出して、お腹の中にね、水が残らないように。水を出して、で、最後、この日食べるんだったら神経締めする必要はないです。これはね、もうね、まあ、後で説明するけど、ないです。むしろしない方がいい。で、その日以降、2日後、3日後、4日後、5日後、これは連呼代だけど、マダイなんかは、2週間ぐらい大丈夫ですね。研究所でも。研究所だと10日から12日。だけどね、もっとちゃんと適切に処理された、釣った段階から適切に処理された魚だったら、2週間ぐらい大丈夫だと思います。マダイはね、まあ、魚種によっても違うので、その日数は。まあ自分が釣って試して確かめるしかないと思いますけど、まあ当日食べるんだったら神経締めはしなくていいです。2日後、3日後に食べるんだったら神経締めはした方がいいかな。ここの中骨、背骨の脊髄、脊椎、背骨の下に血管。これ体の構造もね、後でスライスのやつでね、じっくり説明します。で、この上、ここね、ここにワイヤーを通す。で、このワイヤーは、これはね、自作のね、ピアノ線、0.3ミリを3本、ドリルの先端につけてぐりぐりぐりって寄り合わせただけのもの。まあ別に1000円のもの買えばいいんだけど、これでいいやと思ってこれ使ってます。これでね、40センチぐらいまでのね、これ30センチですけど、40センチ近いぐらいサイの、ん ?40 センチぐらいのサイズまでだったらね、これで対応できますね、大体。で、ここの骨の上に刺してやる。尻尾からやった方が楽ですね。で、ずーっと、脳天まで、通ってれば出てきますわ、脳天下まで。で、こうやってズボ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 やって、しっかり神経を殺してやる。これね、あんまり中途半端だと、逆にもがくだけでね、あんまり意味ないんで、しっかりね、何回も、やって、神経をしっかり破壊してやる。よし。これで、とりあえず完了です。で、持ち帰る。で、持ち帰るんだけど、まあ一回ね、この血だらけの水は捨ててもらって、新しい海水、まあ釣り場だったら海水になりますから、海水汲んで、まあ、最後ちょっと洗ってね。で、この時に、後で説明するけど、すごい体温が上がっちゃうんで、できればちょっと冷たい水につけといた方がいいです。はい。で、最後これ綺麗になりましたと。血もだいぶ流れましたと。内臓を取っていくか取っていけないかは、内臓をこの場で、現場でね、処理していくかどうかはね、まあ、ちょっと本人の好みによるところもあるかな。家帰ってから処理したくないんだったら、ここでね、処理していっちゃっても全然いいと思うし。ほとんどの魚は問題ないです。ただ、北海道とかすごい寒い地域のホッケとか、タラとか、すごい寒くて餌があんまりなくて、で、餌が来たらもうドカ食いしちゃうような魚、ああいう魚以外は別に内臓取っていかなくてもね、よっぽど大丈夫。そんなにすぐ臭くなったりしないですね。僕の経験上では、この東海地方で釣れる魚は大丈夫だと思う。まあ僕内臓も結構食べるので、僕はこのまま持って帰ります。そしたら、できれば、
袋に入れて、しまった。できれば袋に入れて、で、まあ、縛るなり、本当は縛った方がいいかな、ちょっとね。まあでもいいや。とりあえずよっぽど水入らないんで。で、この状態でクーラーに入れていくんだけど、クーラーの温度が重要。その日食べる場合は1度から5度。後日、何日後か、まあしばらく後に食べる場合は、5度から10度の間。この辺がちょっとややこしいんでね、この辺は文字で説明した方がいいと思うんだよな。まあ、とりあえずこの状態で、で、持って帰ります。で、さらに本当に、やるのであれば、空気のね、熱伝導率ってね、すごく悪いんですよね。だから、海水を冷やしといて、まあ、これ冷えた海水だとして、冷えた海水だとして、で、これを本当にもっとめちゃくちゃしっかりやるならだけど、こういうさ、温度計で温度測ってみて、今10度ぐらい、海水温ってもっと意外と高いんで、できればね、氷を入れて、洗った血の水は流して新しい海水汲んで、めんどくさいんだけど、もしマジで本気でやるんだとしたら、氷で冷えたね海水を作ってもらって、現場で、バケツが2個あるといいですよね。これ本当にここまでやるんだったら。で、今日食べる場合は、1度から5度。後日、数日後食べるんであれば5度から10度。これで死後硬直の始まる、タイミングが変えられます。温度が低ければ低いほど死後硬直が早く始まる。これね、死後硬直を遅らせて、鮮度を長持ちさせればさせるほど旨味成分が多くなるっていう解説は間違いです。これはね、間違いないもん。勘違いしまくってる人が多分いっぱいおるんだよな。まあ、これ、冷えるのに時間かかるから、本当だったらもう先にバケツ用意してここまでやるんだったらね、やっといた方がいいかな。今だいたい8度ぐらい。で、まあ、そこまでね、がっつりね、この段階で冷やさなくても大丈夫です。このタオルで、まあ、軽く絞ってもらって、んで、くるむ。まあ、一匹なり何匹もいっぱいいたらね、まあ、タオル敷いちゃってもいいんだけど。そしたらこれを、クーラーボックス。僕はね、こういう断熱材、これ別に100均のね、断熱シートとかでいいと思いますけどね。下にスポンジ引いてるけど、これスポンジも正直別になくてもいいと思います。で、その日に食べる場合はもう氷の上に置いちゃっていいです。もう氷の上に置いて断熱材で蓋して、これね、上の方って結構ね、暖かくなるんですよ。こうやって温度計ぶら下げてるとすげえよくわかるけど、結構温度上がってます、上の方は。クーラーボックスにもよるのかもしれないけどね、これ安物のクーラーボックスなんで、安物って言ってもシマノのフリーが、まあ、ちょっとね、そんなにお高いクーラーボックスじゃないんで、わかりませんが、すごい真空のやつとかだともっといいのかもしれないけどね。とりあえず案外上の方はね、温度上がってるんで、この氷の上に水ごと、濡れた雑巾ごと置いて、そうするとキンキンに冷えちゃうんで、ただ海水の氷だから、ちょっと冷えすぎるかもしれないけど、まあ、その辺はちょっとね、そこまで徹底管理しきれないんで、まあ、こうやってこの状態で持って帰ると、大体ね、家に着く頃にはね、死後硬直始まってると思います。で、死後硬直を始まらせたくない
後日食べたい場合は、氷を避けて、氷のちょっと外に置いとく。こうするとね、家帰ってもね、まだデロンデロンです。死後硬直始まってない。で、この状態で帰宅します。はい。じゃあね、帰宅しましたと。まあ、帰宅したら、袋から出して、で、これを処理していくわけなんですけど、帰宅した後で、まあね、すごい血抜き動画見てる人だったらね、いっぱい見にしてると思うんだけどね、こういうね、水圧で抜く方法、やりたければ、いっぱい出してる方がいらっしゃるのでね、その人の動画いっぱい見て、やればいいと思います。僕は、やらないんですけど、この、ホースを使った水圧での血抜きに関してね、注意点と、僕が、まあ、やらないって言いましたけど、そのやらない理由、この二つの内容についてね、しっかり話すのをね、忘れてしまったので、ちょっと別撮りで、これ追加したいと思います。まあ一応これね、こうやって、外の水道にね、カチャンってさせるようになってるんですけど、まあ、これ、やるときは、実際、死後硬直が始まってると、見割れをしやすくなってしまうので、死後硬直後はね、これでの血抜きは、僕個人としては、やめた方がいいかなと思います。死後硬直した後の見割れって、まあ、これだけじゃなくて、もう雑にぐちゃぐちゃ、さっきみたいにね、血抜くみたいにこうやってぐちゃぐちゃやっても、見割れ起こしちゃうんだけど、見割れってサバとかはね、すごいよくわかるんだけど、見割れしたサバとかをこう普通に、しめサバみたいに切って、横から見るとね、こう断面がね、全部切れちゃう。なんて言うんだろう、断面のね、この肉と肉の間が全部剥がれちゃってね、ベロベロになっちゃう。そういうのを見割れみたいな感じで、そんな感じの見割れになってしまいます。死後硬直したらこれをやると、死後硬直をしてからこれをやると、見割れしてしまう。二つ目がね、これをやるときは、浄水器の水は使ってはいけませんね。浄水器の水って、これ今影で見えるかな?この、これね、これ。これ浄水器の水、今割とね、ご家庭にも浄水器つけてる方もね、いらっしゃるかなと思うんですけど、浄水器の水はね、塩素って、次亜塩素酸ナトリウム。で、まあ、消毒剤で消毒されてて、それがね、少し残ってるんですけど、残留塩素って言って、まあ、それはなんか水道法かなんかで決められてるみたいで。で、それをね、除去してしまうので、この浄水器の水は非常に腐りやすいと。なので、水道のね、水で、まあ、これちょっとさせないタイプですけど、浄水器の水は使わない。水道水でちゃんとやってやる。まあ、水道水でやることによって、その血液が、その消毒剤が混ざった水って言ったらなんか聞こえ悪いけど、まあ、その塩素で消毒されるから、細菌が繁殖しにくいはずなんですよ。まあ、塩素がタンパク質とくっつくと塩と水に変わっちゃうからっていう意見もあるみたいなんだけど、研究としては。だからまあ、塩素は、無害だよとしてる。国としては。国としても無害としてる。し、塩素はタンパク質とくっつくと塩に変わっちゃうから大丈夫だよみたいなことも、どっかで読んだな。まあ、だけど僕ね、シャワーとかね、お風呂とかもね、塩素除去しないとね、体痒くてしょうがなくて。まあ、ここは僕の感情もあるんですけどね。まあ、それもあって僕はね、この、水で血抜きした魚をあんまり食べる気にならないなっていうのが一つ。まあ、これはもう僕の感情です。僕の感情なのであんまり気にしないでください。その塩素に関してはね。まあ、ちゃんと塩素の水で血抜きしてあげなきゃダメだよ。が二つ目。まあ、三つ目ね。三つ目はね、水で血抜きすると、僕個人の感想ですけど、丸2日ぐらいは、ね、水っぽさが残る気がします。だから、3日以内に食べるんだったら別にこんな水でね、思いっきり血抜きすぎる必要はないと思うので、3日以内に食べる場合は、水で血抜きはしなくていいんじゃないかなと僕個人的には思います。ただ、そのさっきも言ったように、消毒される感じなので、その血液がね、全部、腐りやすい血液が、殺菌作用がある水道水に置換されるので、長期保存ができるようになる。まあ、長期保存ができると何がいいかというと、後で全部ね、詳しく説明するけど、イノシン酸の量は多分ね、少なくなってくんだけど、3日から4日以降、
2週間ぐらいかけて、今度ね、タンパク質が酵素によって分解されて、遊離アミノ酸っていう、まあ、タンパク質ってアミノ酸がすんごいいっぱい集まって、一つの物体が、物質になったのがタンパク質なので、そのタンパク質が分解されて、それぞれのね、個々のアミノ酸に分解されていくんですけど、そのアミノ酸まで分解されると人間はね、旨味として感じられる成分がそのアミノ酸の中にいくつかあって、その遊離アミノ酸をしっかり引き出してあげようと思うと、この水でのね、血抜きが必要不可欠になってる、来るかなと思います。だから僕がやらない理由としては、塩素が苦手っていうのと、釣った時のね、興奮とか余韻が冷める前にできるだけ早く食べたい。だからこれでやっちゃうと2日ぐらいはね、ちょっと水っぽさが残るなと僕は感じてるので、できるだけ早く食べたい。まあ、あと最後にね、アジとか青物、ああいうちょっと味が濃いっていうか癖がある魚をこれで血抜きするとすごく味気なくなるっていうかね、いい意味でも悪い意味でも、アジのああいうちょっと癖が苦手な人はこれをやるとすごい食べやすくなると思います。だけど、あれなんかすごく味気なくなっちゃったなっていう人もきっと中にはね、いると思うんですけど、まあその辺は好みなので、まあ実際に自分たちでこのね、これで、まあなんかこの先端だけなんか Facebook かなんかで販売とかね、Amazon でも販売し出すみたいなこと言ってましたけど、確か。まあなんか、とりあえずこんなんね、2000円ぐらいあれば揃っちゃうので、まあ、もしやってみたかったらしっかりやってみて、で、いろいろ試して、自分の舌でね、舌ベロでね、いろいろ試して、ああ、俺はこれがいいな、ああ、私はこっちがいいなっていうのをね、なんかまあ、みんなそれぞれ試してみてくださいと。まあ僕のとやかく言うことじゃないんで、これに関しては。まあとりあえずこれのやる際の注意点と僕がやらない理由のまとめでした。はい。じゃあね。で、家に帰ってきましたと。そしたら、処理をしてから寝かす準備。まあ一晩なり一晩っていうかその日に食べるにしても、まあさすがにね、その日の帰ってきて直後には多分まだね、熟成始まってないんで、死後硬直が完全に始まらないとね、熟成始まらないんでね。まあいいや、とりあえず帰ってきましたと。で、帰ってきた後に、まあ普通に処理してもらう。まあ処理はね、割愛します。はい、それじゃあね、しっかりと処理ができましたと、内臓取れましたと。そしたら、しっかりと水気を取って、内臓、お腹の中も水気をしっかりと取って、んで、お腹にキッチンペーパーを詰め込んで、周りにもキッチンペーパーをかぶせて、で、そしたらこれをね、普通の100均とかのビニール袋でいいと思いますよ。穴が開いてなければ。ビニール袋に入れて、んで、ストローで、息を抜く、空気を抜いてやる。まあ、口で吸うのが抵抗がある人はなんかこれ吸う機会があるみたいだけど。まあ、口でストローで吸います。そんなね、臭くないけどね。はい。これで真空パック完了。んで、先っぽ縛って。これね、2回ぐらい縛っとかんとね、案外抜けるんだよね。これ真空パックにするのは、酸化をしないように、あんまり酸素に触れさせたくない。はい、真空パックになりました。で、こっから冷蔵庫に突っ込めばいいんだけど、またね、タオル、熱伝導率の話ね。濡れタオルで巻いて、そしたらね、これをね、もう一回、冷蔵庫の中びしょびしょにならないように袋に入れて、で、まあ心配ならもう一回、ちょっと空気抜いて、まあそこまで思いっきり抜かなくていいけど、で、縛って。
魚がね、重力でね、身がぴったんこになっちゃったりしないしね、こっちしといた方が。硬いとどうしてもその硬い平らなところがね、そのままそっくりコピーされちゃってね、硬くなっちゃったりしちゃうし。家の中でなかなかね、こんな水の中に入れて保管できないんで、まあ、この状態で保管すればいいと思います。で、今日食べる場合は、食べる時間まで野菜室。野菜室がね、多分ね、だいたい7度ぐらい。機種によって違ったりするので、自分の冷蔵庫がどこがね、どの温度になってるかね、見といた方がいいと思うんですけど、うちの場合はね、こうやってね、冷蔵、冷凍、野菜室って温度がある程度調節できるので、まあ、だいたいどこが何度になってるかっていうのがわかるんですけど、今日食べる場合は、野菜室。まあ、5度から10度。で、しばらく寝かす場合は、できるだけ1度。チルドだとね、下手するとマイナスになっちゃう時があって、マイナス1度からマイナス5度っていうのはね、すごいドリップが出ちゃう。まあ、この、魚の水分が凍っちゃうんだよね。だから、1度。1度っていうと多分ね、普通の冷蔵庫くらいが1度だと思うんだけど、うん。まあ、冷蔵庫の、あんまり奥すぎないところ。まあ、本当に1度になるところ。冷蔵庫もね、機種によって奥の方に入れると、うちの冷蔵庫はそうなんだけど、あんまり奥の方に置きすぎると凍っちゃう。だから、できるだけちょっと開け閉めするね。手前の扉側のところに置いといて、で、閉まってる間に水が一回1度ぐらいになっちゃえば、もうしばらくこの水ってあんまりね、温度上がらないので、まあ、この状態で、保存します。こんなところかな。あとは食べたい時に食べたい方法で食べればいいと思います。はい。ということでね、とりあえず大まかに、全体の流れを見ていただきました。で、血抜きに関して、まず、エラを切って、血管切って、で、圧迫してから膜を切ってお腹の中を洗うっていう工程だったんですけど、血を抜くための行為が、なんで、あんな血抜きの仕方をしたかっていうのは、最初のね、アジの開いたやつで、血液の循環とか体の構造とかをね、交えながら解説していきたいと思います。で、赤身と白身の違いというのも、この後に紹介しようと思うんですけど、とりあえず、今から、それぞれの処理にどんな意味があったのか、まあ、脳を締めて血を抜いて、神経締めて、持って帰ってきてから、内臓を取って、で、まあ、処理して、真空パックして、冷却しましたけど。まあ、とりあえずそのね、それぞれの処理にどんな意味があったのかっていうのが分からずにやってたら意味ないので、まあ、とりあえずそれぞれの処理について、今から解説していきたいと思います。まず、脳を締めました。で、その後、血抜きをして、神経締めをして、で、持ち帰る。で、持ち帰った後、まあ、いろいろ処理した後に、真空パックして、冷却する。まあ、大まかにはこういう流れでね、やっていきました。血抜きに関しては、血抜きの中にいろいろあったし、まあ、真空パックもね、ちょっといろいろ、まあ、細かいのは、ちょっと省いて、大雑把にこの5つ、解説していきたいと思います。まず、脳を締めたのは、素早く脳を締めて、ATP の減少を防ぐ。まあ、ATP がね、どん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 減っちゃうと、長期保存したくてもね、ATP がないと長期保存できないので、まあ、これはちょっと後で説明します。決してね、旨味成分が減っちゃうわけじゃありません。あくまで、長期保存をしにくくなる、ということです。で、あとね、身割れ。身割れって筋で筋肉がバラバラに割れちゃうやつね。あと内出血とかしてね、血が、滲まないように、肉に。で、血抜き。血抜きっていうのは、酸化、血はね、酸化しやすいし、細菌も繁殖しやすい条件が整ってます。血っていうのは。で、それを抜く。匂いの原因でもある。まあ、ただね、この血抜きに関しては、匂いの原因でもあるんだけど、アジとかサバとか、ああいうちょっと癖のある魚っていうのはね、この血がその魚のアクセント、血の味っていうかね、その血があることによって感じてる魚の、旨味だったりもね、するのでね。まあ、この、どこまで抜くかっていうのは、ま、ちょっと人それぞれ、あといつ食べるかっていうのによってね、抜く量をね、ある程度コントロールした方が本来はいいと思いますけど、まあ、3日4日ね、寝かしたりする場合はしっかり抜いた方が、
臭くなっちゃったりね、しないです。で、神経締め。神経締めをするのはね、もうこれだけ。死後硬直を遅らせて鮮度を長く保つ。もう完全にこれです。決して神経締めをしたらうまくなるというわけではありません。まあ最初に説明したようにね、神経締めして死後硬直を遅らせれば遅らせるほど、イノシン酸の量はね、こう、ピークになった時の量は減ります。まあそれが納得できない人は最後まで見てください。最後の方でね、クソマニアックな話になっちゃうんで、まあ最後の方にちょっと付け加えますけど、まあ、最後の方でね、クソマニアックな超理論的な内容を、解説しますので、そちらの方をね、最後まで、見てください。ちょっと時間かかっちゃいますけど。はい。で、まあ、ATP の減少を抑えて、新鮮な状態が長く続く。まあ、要するに死後硬直を遅らせて長く保つ。鮮度を長く保つ。ということです。で、神経締めをするもう一つの理由があって、血合い肉ってありますね。血合い肉ってお腹開けたところの血合いはある腎臓なので、その血合いじゃなくて、皮面のとこにあるやつね。皮のすぐ下にある。アジとかの皮の開きとか食べると一番最後に残る血合い肉。あのね、血合い肉がある魚。っていうのは、この血合い肉の鮮度がね、神経締めするとしないとじゃね、鮮度低下の速度が全然違うので、青物は神経締めした方がいいです。まあ、後でね、この後で説明しますけど、その魚種別、目的別で。これは説明していきます。で、真空パック。で、真空パックの前にね、内臓処理をね、釣り人だったらまあみんなやってるだろうと思って割愛させてもらっちゃったんですけど、内臓処理は単純に、内臓腐りやすいし、匂いの原因にもなりやすいので、ちゃんと処理してください。でね、背骨の下にね、まあ、これ魚だとして、背骨の下側にね、血管が通ってて、で、ここに血合いがあるんですけど、まあ、血合いもね、腎臓で、内臓なので、腎臓も血管も全部、歯ブラシでいいと思います。まあ、一番手に入りやすいし、絶対家庭にありますよね。歯ブラシとかでしっかり、頭側から尻尾のお腹のね、根元まで、ギリギリのところまで血が残らないように、しっかり、きれいにしてから真空パックしてください。しっかり洗ってね。水でしっかり洗い流して、血が残らないようにしてから真空パックします。で、真空パック。真空パックは、まあ、魚の脂肪は不飽和脂肪酸。まあ、最初の方に言いましたけどね。不飽和脂肪酸なので酸化しやすいです、とても。で、油の酸化は体にも悪い。過酸化脂質っていうのはね、体にすごく良くないんですよね。で、味も落ちるし、匂いも出てくる。だからもうその酸化防止のために真空パックにします。で、冷却です。冷却は、まあ酸化とか細菌の繁殖を抑えて鮮度を保つため。まああとはもう温度によってはね、筋肉とか脂肪の分解を抑える働きもある。まあ、逆にこの冷却をちょっと高めの温度で冷却すると、熟成をね、早めたりすることもできます。それはね、今回のこの三昧流の真骨頂というか、まあ、この冷却が一番ね、大切です。で、次ですね。魚種別。赤身。魚種って言ってもね、もう全魚種やってるわけにはいかないんで、赤身と白身。で、あとその食べるタイミング別の処理方法です。で、これを説明したいんですけど、その前にね、ごめんなさい。この前に、とりあえず赤身と白身の分け方ってどうなのよっていうのがあると思うんで、その赤身と白身の分け方をね、先に解説したいと思います。はい。赤身と白身の分け方は、まず赤身と白身ね。赤身っていうのは、血合い肉がある。血合い肉って、まあ、さっき説明したようにね、皮と身の間にある、ちょっと三角く、こう、皮があって、皮があってね、身があるとこの下側、絵で描かんとわからん。まあ、いいか。わかりますよね。血合い肉。血合い肉があります。赤身の魚には。血合い肉がいっぱいあると赤身だと思ってください。で、まあ、特徴としては、泳ぎ回る。回遊魚だったり、ひたすら泳ぐ。マグロなんてね、泳ぐのをやめると死んじゃうって言われてますけど。まあ、この、泳ぎ回る魚が赤身です。赤身っていうのは、接近、
まあ、チキンとも言うよね、人間だと。よくスポーツ選手とかが言うやつね。チキンが発達してます。で、チキンっていうのは、エネルギー産生、エネルギーってこれ ATP って言われるやつね。まあ、ATP っていうのがそのイノシン酸っていう旨味成分に変わってくんだけど、まあそういうちょっとね、めんどくさい話は後半に、がっつりお話ししたいと思うので、まあそのエネルギーを産生っていうのは作り出すのにね、酸素が必要、酸素が必要な好気的代謝っていうんだけど、酸素を使ってエネルギー、ATP を作ります。赤身の魚は。で、それをメインに、してるのが赤身の魚です。まあ、要するにね、マラソン選手みたいな人、人間で言うと、ひたすら長い距離、長距離走り続けるタイプの魚。で、白身っていうのは、血合い肉が少ないです。マダイとかもね、血合いな赤いのが残ってるけど、あの辺がちょっと血合い肉だけどね、すごく血合い肉が少ない。数量で言うと10杯以下みたいです。まあ、どちらかというと海底とかでじっとしている魚。まあ、このもちろん間もいますけどね、白身寄りなんだけど割と泳ぎ回る。シーバスとかはね、結構、この酸素が必要なタイプの白身魚です。逆に、カサゴとか、メバルとか、ああいうのはじっとしてる魚。バケツに入れとくとね、アジとか、シーバスとかはね、割とすぐ、プカーンって、弱っちゃうんだけど、メバルとか、カサゴとかってね、なかなか弱らないですよね。あれは酸素があんまり必要ないんですよね。生活、生命維持に。酸素があんまり必要ない。白身魚は、白金。まあ、人間でいうとこの側近。まあ、人間、どっちも、接近も発近も人間でも言うんだけど、まあ、別名側近って言われるものが発達してます。で、この魚たちは、エネルギー産生に酸素が不必要。まあ、海藻系って言われるね、嫌気的代謝がメイン。まあ、メインっていうとちょっとおかしいかもしれないけど、重量上げとか、高飛びとか、もう瞬時にパーンって力が必要なタイプの、魚です。まあ、こんな感じでね、赤身と白身を分ければいいと思います。このね、ちょっと補足なんですけどね、嫌気的代謝っていうのはね、この海藻系って呼ばれるやつはね、乳酸を作り出すんですよ、乳酸。乳酸っていうのは、まあ、ちょっとエネルギーが足りなくなった時の、この嫌気的代謝っていうのはね、乳酸を作るんですけど、この乳酸っていうのはね、まあ、副産物的にできちゃいます。で、この乳酸が溜まるとね、pH 低下、要するに酸化するってこと。でもって、この嫌気的代謝、海藻系の嫌気的代謝っていうのはね、発酵を利用してるので、熱が出るんですよね。要するに体温上昇する。で、この好気的代謝っていうのは、乳酸を再利用します。まあ、この嫌気的代謝でできちゃった乳酸を好気的代謝で再利用して、さらにまたエネルギー作り出すんですけどね。で、ATP が足らないと嫌気的代謝も併用するっていうのはね、マグロがすごい釣るときに、むやみに釣り上げたりすると、身焼けってね、身が焼けちゃう。身が焼けるような現象を起きると、マグロは価値がガクッと下がるって、僕マグロ漁師じゃないからよくわかんないんだけど、まあ、身がね、焼けちゃうと商品価値がなくなっちゃうみたいなんですけどね、それはね、この ATP が足らなくなって、要するにエネルギーが足らなくなって、嫌気的代謝、まあ、要するにこのね、海藻系の代謝を無理にさせちゃって、体温が上昇して、この体温上昇することによって身が焼ける。だからあんまり無理やり釣り上げると体温上昇して、しかも体も酸化しちゃうし。で、身が焼けると。あまりいいことはないから、すごい有名なね、マグロの産地のところは、ゆっくりゆっくり、その間にバラしちゃうこともあるみたいなんだけど、ゆっくりゆっくり負担をかけないように釣り上げる。で、まあ、酸欠になってもね、嫌気的代謝を行います。まあ、要するに酸素がないからエネルギー作れないので、酸素が必要ない、酸素が不要の海藻系によって、嫌気的代謝によってエネルギーを作る。
この辺はね、まあ、魚に限らず人間も動物全般に言えることなので、まあ、高校とか大学、僕中卒なんで全然知らないんですけど、高校とか大学とかで生物をやってた人にはね、すごく把握してる内容かなと思います。要するに、これだ。酸欠になると嫌気的代謝を行うと、身焼けする。あとね、青物とかね、赤身の魚はね、酸化するとね、ヒスタミンっていうのを生成するしやすくなるんですよね。ヒスタミン中毒って聞いたことないかな。アレルギーみたいなね、食中毒を起こす成分です。これはね、加熱しても減らないのでね、集団ヒスタミン中毒とかね、たまにニュースで聞きますけど、酸化させちゃうと、赤身の魚はね、酸化させちゃうと、ヒスタミン生成の原因にもなります。ということで、やっとここから魚種別、白身と赤身と白身の食べるタイミング別の処理方法を解説していきたいと思います。まずね、赤身の魚と、数日後に食べる白身魚と、当日食べる白身魚。この赤身魚はね、途中で分岐させます。で、まずね、赤身の魚から解説していきたいと思います。まずね、可能な限り生かす。可能な限り生かすっていうのは、釣ってから、スカリとか、イケスとか、ああいうところで、できる限り生かす。この、できる限り生かすのは、さっき説明した、乳酸を減らして、酸化した体をできるだけ中性に、まあ、アルカリ寄りに持っていくため。あと、釣ってね、体温上昇しちゃってるんで、その体温をね、下げさせるためです。で、そしたら、脳は締める。赤身の魚はね、脳を早く締めてあげないと、体を動かしてるとまた乳酸溜まっちゃうのでね、できるだけ早く、イケスから出したらできるだけ早く脳を締めましょう。で、可能な限り血を抜く。まあ、これはその最初に説明した通り、血抜きのところでね、それぞれの解説のところで説明した通り、まあ、可能な限り血を抜く。で、神経締めをする。内臓処理もね、しちゃってもいいです、この時に。赤身の魚、青物とかはね。まあ、心臓とか食べる人は食べるのでね。そういう場合は、ここで内臓処理しなくてもいいんですけど、まあ、ここで内臓処理しちゃっても構いません。青物、赤身の魚は。まあ、内臓にね、ヒスタミンを生成するヒスチジンっていうね、まあ、ヒスタミン生成をするやつがいるんだけど、まあ、そいつがね、内臓付近に結構いることが、内臓付近に結構いるみたいなので、まあ、内臓処理、ここでしちゃっても構いません。で、青物の場合、赤身の魚の場合は、もうここでいきなり一度近くで持ち帰っちゃいましょう。あんまりね、死後硬直を遅らせちゃうと、その間にね、細胞ずっと動き続けてるんで、まだ、実は。しばらくね、嫌気的代謝は続くんですよね。そうすると乳酸が溜まって酸化しちゃう。で、酸化して、まあ、冷やして帰るので、ある程度ね、そんなに身焼けする心配はないんだけど、嫌気的代謝がある程度続くことによって、身が酸化する。酸化するとヒスタミンが溜まりやすくなる。ヒスタミンが溜まると食べられなくなる。だからもう青物とか赤身の魚はもうすぐ死後硬直させちゃいましょう。ということでね、一度近くで持ち帰る。まあ、どうしても鮮度を保ちたい場合はね、もうちょっと温度高くてもいいんですけど、まあもう死後硬直は早めに起こさせる目的で、一度近くで持ち帰っちゃいます。マグロ漁とかね、遠くで釣って帰ってくるマグロなんかはね、もういきなり急速冷凍しちゃってね、死後硬直前に急速冷凍しちゃいますけど。で、帰ってきたら、内臓とかの処理をして真空で冷蔵保存する。一回ね、真水で洗ってください。これ、腸炎ビブリオっていうのを防止するためですね。腸炎ビブリオ。真水ってね、本当はね、水道水だと、腸炎ビブリオを死滅するのに5分ぐらいかかるみたいなんですよ。だから本当はこの真水っていうのはね、浄水器。すごい、ミネラルから何から全部こそぎ取られちゃったようなね、浄水器の水で洗った方が本当はね、いいみたいです。一番最後はね、水道水で洗ってくださいね。浄水器の水腐りやすいので残ってると。で、ここで分かれます。当日食べたい場合。当日食べたい場合はね、20時間前後以内にね、食べたい場合は、まあ、5度から10度。ちょっと高めの温度で、野菜室です。まあ、これは機種にもよる。機種もよるので、
一概には言い切れませんが、まあ、5度から10度になっている場所で保存しましょう。そうすればね、20時間後ぐらいにちょうどいい感じになっているはずです。で、後日、まあ、しばらくね、経ってから食べるよっていう人は、食べるよっていう場合はね、1度近く、まあ、できるだけ低い温度、1度以下にはしちゃダメです。1度以下にしちゃうとね、ドリップすごい出ちゃうんで、凍結しちゃって、凍結しちゃうと解凍するときにとんでもなくドリップが出て、そのときに旨味もすごい流れ出ちゃうのでね。で、まあ2日目ぐらいに1回ドリップの処理、ドリップそれでも多少出るので、水分がね。その水分溜めたまんまにしちゃうと、菌の繁殖の原因にもなりかねないので、1回だけ、まあ1回変えれば僕はいいと思います。で、この冷蔵室またはチルド。まあ、これ、冷蔵室かチルドかはね、これまた機種による、まあ本当に一度近くになる場所で保存してくださいってことでね。で、これ、後日って言っても2日後だとね、まだね、多分ね、早い。から、食べる直前に5度か10度にね、戻してやると、熟成がすごく進むので、2日目とかね、1日半後とかだったらね、食べる3時間とか4時間前に5度から10度に変えてあげると、いい感じになると思います。はい。ではね、数日後に食べる白身魚なんですけど、白身魚、可能な限り生かす。これはね、ATP をね、復活させるためです。ATP とかその辺はね、また後で説明するから、まあ、とりあえず今聞き流しておいてください。可能な限り生かす。んで、脳を締めます。んで、血を抜きます。で、神経締めをします。まあ、理由はね、基本的に一緒。で、ここちょっと違います。5度から10度の範囲で持ち帰る。これね、1度近くで持ち帰ると、すぐ、死後硬直しちゃうのでね、死後硬直しちゃうともうそこからどんどん、始まっていくっていうか、もう鮮度低下が始まっていっちゃうので、まあ、死後硬直までの時間を保つために5度から10度で持ち帰ります。これで持ち帰ってくるとね、3、4時間も下手すら半日経っても死後硬直してません。まあ、魚種とか、その魚のね、ポテンシャルっていうか状態によって全然違うので、一概には言えませんが、まあ、この5度から10度、まあ、7度ぐらいで持ち帰ればいいと思います。まあ、それは氷の上に、これは氷の真上に置くか、これ氷から離しておくか、で、ある程度調整してください。もう厳密にやりたい人は温度計で測りながらやってください。で、白身魚の場合はね、ヒスタミンがあまり心配ないので、まあ、あと、若干酸性の方が人間は美味しく感じるっていうのは最初の方に説明したと思いますけど、乳酸が溜まることによって若干酸化して、で、その酸性によったことによって若干ね、美味しいと感じることができるようになるはずです。ここも理論的な話で僕がそれを判別できるかどうかは別として、まあ理論的にはそうのはず。で、帰ってきたら内臓処理をして真空状態で、でね、これちょっとめんどくさいんだけどね、死後硬直までは5度から10度でやれば、もうさらに、鮮度をね、長いこと保てます。で、死後硬直してから一度近くで、保存する。ちゃんと真水で洗ってね、この白身の魚の場合も。で、まぁ、こんなことやってらんないんで、家帰ってきたらもう一度でね、保存しとけばいいと思います。そしたらすぐ死後硬直始まるので、死後硬直始まります。で、2日以内に食べるのであれば、食べる6時間くらい前、これさっきこれで説明したけどね、食べる6時間くらい前に5度から10度のね、野菜室に移動させれば、熟成がね、早く進みますと。まあ、3日目、4日目、5日目、1週間後、まあ、真鯛であれば2週間後くらいまで大丈夫みたいですけど、っていう場合はもうずーっと1度でいいです。3日目だったらね、まだね、3時間くらい、このちょっと温度の高いところで7度ぐらい、5度から10度の間でね、3時間ぐらい、3日目の場合は寝かした方がいいけどね、それはもう魚種とかによるので、まあ、自分がよく釣る魚でいろいろ試行錯誤してみてくださいということで。でもこれも2日目にはドリップ処理1回やった方がいいよってことでね。はい。で、当日食べる白身魚。当日食べる白身魚はもう釣ったらすぐ閉めちゃってください。釣ったらものを速攻閉めちゃってもいいです。もうむしろ締めなくてもいいぐらい。ATP さっさとなくしたいんですよね。ATP がなくなっちゃうと旨味成分がなくなるっていうのは完全に勘違いなので、まあ、そこは心配しないで大丈夫です。なんで勘違いかっていうのは後で説明します、ちゃんと。で、血は抜きましょうと。
まあ、血が好きな人はむしろ抜かなくてもいいかも。まあ、だけど、まあ、血はね、臭みの原因にもなるので、血は抜きましょう。で、その日食べる場合は神経締めしなくていいです。早くイノシン酸引き出したいのでね、神経締めしないで、一度近くで。もう速攻で、カチカチに死後硬直始まります。まあ、冷却収縮って言うんだけども、起きてる現象は一緒に、ね。後でまた説明します。詳しく知りたい人は最後まで見てください。このクソ長いのが、さらにもっとクソ長い説明しますけどね。で、内臓等を処理して、まあ、真空状態で、5度から10度、野菜室でね、冷蔵保存する。まあ、この際はね、ちゃんと真水で洗ってください。もう真水で洗うというのは全部に共通してます。腸炎ビブリオって言ってね、海水の魚にはね、付着してる可能性があるので、まあ、真水でちゃんと洗ってください。で、魚種にもよるけど、まあ、10時間から30時間ぐらいで食べ頃になります。まあ、これはね、自分で、まあ、見計らってください。としか言いようがないから。もうすべての魚が20時間ぴったりで、最高の状態になりますとは言い切れないので、まあ、ここはね、まあ、ある程度自分でよく釣ってる魚がいると思うので、その魚をいろいろ試しながら、自分で探してみてください。いい具合を自分で発見できるようになってもらえればなと思います。で、さばく前に、まあ、これさっきも言ったけどね、冷蔵庫で保存してたらね、ドリップがついたままさばき出すとね、そこに菌が繁殖してる場合があるので、一回真水で洗った方がいいと僕は思います。臭みとかもね、その時にね、流れるので。これちょっと補足なんですけども、これね、まあ、こうやって実際ね、こうやっていろいろやり方分けてますけど、白身魚、特にヒラメとかね、こういうの調べてる人だったらね、ヒラメは神経締めの効果がないとかいうのをね、目にしたりとか、あとヒラメとか白身魚を神経締めすると身が緩くなるから、むしろ、神経締めはしない方がいいみたいな、そういった内容のものをね、目にしたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけども、神経締めをすると、死後硬直が弱くなります。ATP っていうのが関係してくるんだけど、ATP が徐々になくなってくるので、死後硬直も徐々に始まって、で、カチカチになる前に、ATP がまだ残ってるのに、死後硬直で固まった筋肉が、開口とか、融解って言ったかな。まあ、とりあえず、だんだんほどけてくる。で、それがね、神経締めをするとね、ATP が徐々に消費していくから、死後硬直も徐々に始まって、あんまり強度がね、上がりきらずに、そのままゆ、あの、柔らかくなっていっちゃうので、歯応えを楽しみたい場合は、神経締めをしない方が、ガチガチに死後硬直するので、その方がね、歯応えをね、楽しめます。白身魚。まあ、ここはね、もう自分の好みなんだけど、まあ、ヒラメの神経締めは効果がないっていう論文ね、あれね、1996年の論文かなんかで、効果がないって出てるんだけど、その翌年にね、ちょっと違う人なんだけど、当時の研究は、神経締めが不十分だったっていう内容でね、論文出し直してます。ちゃんと、ヒラメを含め、白身魚ね、ちゃんと神経締めの効果、鮮度を保つための効果はありますよと。ただ神経締めをすると、身は緩くなりますよ。まあ、身が緩くなるは論文に出てないけどね。神経締めをすると身が緩くなります。もともとヒラメね、そんなにガチガチに死後硬直するような魚じゃないんで、だからまあその辺はね、自分の判断でっていうか、いろいろ経験値積んで、いろいろ試しながら自分のいいところを、いい感じになる方法を見つけ出してもらえればなと。とりあえず、まあ、この通りにやってもらえれば、当日だったらね、白身魚はこの当日食べるやり方が多分ね、僕の中ではね、一番いいと思う。まあでもそれも好みなので、まあその好みの話をしだすとね、もう結論なくなるので、まあとりあえずここは
いかにうまい状態に持っていくかという話なので、まあ、とりあえずこんな感じで。ああ、そうだ。で、もう一個ちょっと補足で、当日食べる白身魚でも、洗いっていう食べ方がありますよね。鈴木の洗いとか、洗いって氷水で締めるやつ。氷水とか玉酒っていうのかな。酒と水と氷で割ったような。まあ、とりあえずキンキンに冷えた水で、刺身を洗う。洗って身をはぜさせてね、歯ごたえと、ちょっとさっぱりした感じで食べる食べ方がありますけど、身がはぜる状態っていうのは、あれ死後硬直なんで、あれ、すごくキンキンに冷やして、まあ死後硬直っていうか、起きてる現象としては冷却収縮って言えばいいのかな。まあ、一緒なんだけど、その死後硬直と起きてる現象は。ただ、冷却して冷やして、固くしてるから冷却収縮って一応分類されてるっぽいんですけど、まあその洗いで食べる場合は死後硬直始まっちゃってると氷水に入れても身がはぜないので、洗いで食べる場合はこの数日後に食べる白身魚の持ち帰り方をして、で死後硬直する前にさばいて、でそぎ切りにして洗いにすれば、10分かそこらでね、身がはぜるので、で、身が外れてるときは、マグロの、新鮮なマグロをそのまんま、急速冷凍したやつが解凍してから身が縮れるっていう話とか聞いたことあると思うんですけど、あれも死後硬直が始まっちゃってて、まあその、縮れと同じ状態ですね、洗いっていうのは。まあ、その、白身魚でも、当日食べる白身魚でも、洗いにしたい場合は、この数日後に食べる白身魚の締め方をして持ち帰ってください。じゃあね、まあなんで結構ね、いろんなエラーの切り方とかさ、いろいろやりましたけど、ついにやっとこのサムネイルに使ってたアジでね、なんであんなところを切って、そんな手で押さえたりしたのかっていうのをね、実際アジを使って解説していきたいと思います。はい。ということで、やっとこのアジをね、使う時が来ました。まあ大体ね、分かっていただけたと思うんですけど、青物、赤身の魚、あと当日食べる白身魚、あと後日食べる白身魚の3パターンね、まあ理解していただけたかなと思うんですけど、まあとりあえず血の抜き方自体は全部一緒なのでね、このアジを使って解説していきたいと思います。まあ、まず、魚っていうのは、こうずっとね、血がぐるぐる回ってます。このエラのね、下にこの三角いのね、これ心臓です、これ。これが心臓。で、この下に、これね、心房、心室、動脈球っていうのがあって、で、その動脈球っていうのがエラの下と繋がってます。で、エラの下からこう血液を、酸素を、ここでね、血液の二酸化炭素、ガス交換っていう。二酸化炭素と酸素をこのエラで交換させた後、全身に巡らせる。これがね、動脈って言ってたり、静脈って言ってたりするやつがあるんだけど、これね、こう縦から見るとね、こう2本ね、動脈と静脈がね、並列に並んでるようですね、これ。解剖してる魚の解剖学者、なんか魚の生物学のなんかの人の論文だか文献によるとね、2本並列して動脈と静脈が2本並んでるみたいです。全部、この上の方まで毛細血管もすべてね、並列で並んでる、動脈と静脈が。まあ、それそうだね。行ったら帰らなきゃいけないから。ずっと動脈があって、こっちには静脈がある。で、まあ、内臓にもね、腹腔内動脈っていうのがあって、でそれが全部この心臓のね、上のとこにね、まあ、あんまりね、ここにね、静脈洞っていうちょっとね、でっかいね、静脈が溜まるね、でっかい袋みたいのがあって、で、それがまた心臓に入って、動脈球を通って、エラ通って、全身に行く。で、並列する静脈を通って戻って、静脈洞に入って、心臓に入って、また心臓のポンプで、で、まあ、これずっとひたすらぐる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 回ってるだけっていう構造です。で、以前ね、僕の動画ではね、ここに膜があるんだけど、これ本当あったらね、ここに膜ね。膜を切って、下の方の心臓を傷つけないで、膜を切って、ここを切りましょうって言ってたんですよ。ここを。でもよく考えたら、心臓のポンプで回してるのに、ここ切っちゃったらさ、ここ一本しか道ないのに、ここ切っちゃったら、こっから出た血液がここで出ちゃって、
で、こっちの方に全然あ、あ、おっとっとっと。こっちのね、毛細血管の方に圧を全然送れなくなっちゃうんですよね。だからまず、このエラ、エラって唯一二股に分かれてる。エラは左右二股に分かれてて、で、とりあえずまず片方切ってやる。これね、上切ったり、下切ったり、真ん中切ったりって悩んでる人もね、僕が調べてる中でいたんですけど、これどこ切ってもいいと思います。上の方切った方が目立ちにくい。真ん中切ると目立つ。下の方は心臓と繋がってるから両方切っちゃうかもしれない。僕的にはもうど真ん中切っちゃえばいいと思う。一番切りやすいんでね。手も怪我しにくいし。だから真ん中を片側だけ切る。そうするともう片方で繋がって、このぐるーっと回る循環がね、続くので、で、片側だけ切ってやると、こっから大量に血を放出します。そうすると、この魚って、魚に限らず生物すべてね、こういうね、毛細血管とか、この心臓部よりね、遠いところの血を、このね、体のね、中心に集めようとするんですよね、生命維持のために。すごい寒くなるとさ、指先からだいたい壊死していくよ、人間も。人間も指先から壊死していくのと一緒で、こういうね、毛細血管で、しかも泳ぎまくった後だからね、もう、血圧上がりまくってるわけだよね。で、毛細血管の先まで、もうヒレの先端まですごい血がいってるような状態の時に締めちゃうと、ね、スパーンと切っちゃうと残っちゃうと。で、ここの血がスコーって抜けちゃうと、一気にね、抜けちゃうと圧がなくなるでしょ。血管縮こまるでしょ。そうするとさ、この中に血が残っちゃうわけですよね。この尻尾の方とか特に、細い方の血管っていうのはもう特に残っちゃう血が。おっと、身が取れちゃった。うん。細い方の血管はすごく残っちゃいますよね。だから、あえて一発だけ、片側だけ、しかもエラを切ってやると、こっから血を放出するんだけど、一応循環をしてるから、圧はかけれると。で、そうすると、この、ね、腫瘍部分に血液を戻そうと、毛細血管の血がどんどん抜けていく、勝手に。で、それがエラを切って30秒も、ね、30秒ぐらいちょっと、バケツに突っ込んでおきましょうっていうのはその期間です。はい。で、その後、ここに血が集まりましたと。その太い血管の部分にね、毛細血管、途中でバイパスするみたいなんですけど、人間もね、毛細血管を途中でバイパスして、指先の末端の冷えてるところを通さずに、血液をね、温めようとね、バイパスしていく。そうすると血液が回れなくなって指先から壊死していくみたいなんですけど、まあ、それとね、近い現象が起きてるはずなんですよ。これはね、はず。申し訳ないけど、はず。まあでもそう思ってても多分間違いないと思うんだけど。まあいいや。まあで、とりあえずその主要部分に集まりましたと。そしたら初めて、この、ね、動脈と静脈、太い血管のところをズボッと切ってやる。そうすると血の抜けがね、ここに集まったやつを押した時にここから抜けてくれるんで。で、こっちの方からこっちの方からこう真ん中にね、指で、軍手でこう挟み込んで抜いたのがその行為。できるだけこっちに集めてやる。まあもっと長かったらね、指でギューってしごいてもね、タチウオなんかしごいちゃってもいいと思うんですけど。で、まあできるだけこっちの集めてやる。んで、この真ん中に集まった血を最後ね、もうここバガッともう膜切っちゃって、で、この、動脈切っちゃってるからさ、中も血だらけになっちゃってるわけだよね。だからもう膜を切って、んで、尻尾側も、まあ、ストローのね、よく、ストローで、言ってるけど、ストローをこういうこっち側塞いじゃったら、こっち側からね、水出てこないのと一緒で、こっち側も切って、ツーツーにしてやる。まあ、これはね、意味あるのとないのとね、まあ、いろいろ言う人がいるけど、まあ、切っちゃってもいいんじゃないかなと思います。僕はね、尻尾切れてる魚があんまり好きじゃなかったから、切らなかったんだけど、まあ、今回はちょっとね、いかに血を抜くかっていう話なので。で、次、尻尾を抜いてやると、これがストロー状態になると。塞がってたこっちが抜けて、ストロー状態になる。そうすると抜きやすくなると。んで、逆さにしながら、ぐにぐにぐにってやると、ここの真ん中に最後溜まった血が、こう、圧迫で押されていく。で、最後は、ちょっと仕上げ的にね、もう一回最後、ギュギュギュって雑巾絞りのね、仕上げみたいな感じで、ちょっと圧迫してやると、この辺に血が溜まると。で、溜まった血を最後フリフリして、内臓に溜まった血も出してってやる。それが今回の僕の血抜きです。で、神経締め関連、脳締めね、
脳はここ。このね、目があって、この白いとこね、これが脳です。ここが脳。んです。これが、この背骨の上に、神経が通ってます。後ろまで。まあ、それぐらいだな。だから、神経締めするときは尻尾切って、絵で描くとね、この魚をね、輪切りにしたところを絵で描くと、まあ、腹骨が見えるとして、腹骨があって、おっと、絵が下手くそだ。んで、背骨があって、これ腹骨ね、腹骨。で、背骨があって、で、この下に動脈と静脈が2本並んでるみたいなんですよね。で、ここに神経を守るね、三角のね、形した骨があって、で、この真ん中に神経が通ってます。絵が下手くそだな。背骨があって、あばら骨が出てて、動脈と静脈が、どっちがどっちだったか忘れちゃったけど、動脈と静脈が通ってて、んで神経守るね、こういう三角の骨があって、こっからね、ヒレの本当、ヒレのところの、ここのね、骨が出てて、で、ここに神経が通ってると。神経締めするときは、ここにワイヤーを通してやる。まあ、水で抜くときも、エアーで抜くときも一緒。まあ、ここに通してやると、神経締めができます。と、まあ、魚の構造はこんなところです。だから僕が最初にエラを切ったのは、まずその毛細血管の血を大量出血させて、魚の生命維持機能を使って血を毛細血管から太い血管に集めてやった。で、その後は物理的に雑巾絞りみたいに出してやる。で、圧迫するときにこっちも抜けちゃってると、最初にこっち切っちゃってると、圧迫したときにね、スカスカになっちゃうからね、できれば圧迫したときに一箇所だけに集めちゃいたいんで、まず集める。で、最後に溜まったやつを、もう雑巾絞りの要領で、尻尾も切って、で、ここも膜も切っちゃって、ギューッと押し出して、最後にお腹に溜まった血を、ジャブ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 っと洗い流す。こうすることでもうほとんど血は抜けます。まあ、どうしてもね、ホースで抜くときみたいに、ここはさすがにそんなにめちゃくちゃ綺麗にはならないんだけど、まあでもね、3日以上寝かす人とか、あと漁師さん。漁師さんと、魚屋さんとかって、いつ、どこで、誰が、どのタイミングで、どういう調理法で食べるかわからない。つまり、お刺身で食べれる状態の魚を長い期間、長期間ね、お刺身で食べれる状態を維持できれば、どんな方法でも調理できると。だから、鮮度を長く保たなきゃいけない。僕ら釣り人は、今日釣ったら今日食べたいし、食べたい人は。で、2日後かもしれないし、3日後かもしれないし、そのタイミングを全て自分で自己判断で、で、しかも調理方法も、火通して食べるのか味付けて、もうしっかり味付けて煮付けにして食べちゃうのかとか、そういうのも全部自分でコントロールできるんで、だからわざわざなんでかんで、絶対にこの鮮度を保つやり方っていうのをしなくていいんですよね。で、むしろ鮮度を、伸ばせば伸ばすほど、鮮度が続く期間を伸ばせば伸ばすほど、イノシン酸っていうね、最初に説明したイノシン酸が、ピーク時になった時の総量は、速攻閉めた時、で、すぐ死後硬直を起こさせた時よりも減るはずなんですよ。イノシン酸のマックスの量が。まあ、その辺の細かい超理論的なめんどくさい話をこの後、パソコンの画面を使ってしていきたいと思います。相当ね、ここまでたどり着くのに、ね、時間かかりましたけど、こっからがね、三昧流魚の締め方講座のね、真骨頂、超理論的な部分がやっとこっから始まります。もしかしたらこっからだけでも良かったのかもしれない。こんなことがね、気になるのは、そこそこ知識がある人だけだと思うので、まあ、いきなりここに来ちゃっても良かったんですけど、まあ、とりあえず、こっからやっと超理論的な部分に入っていこうと思います。まずね、まあある程度みんなが知ってるようなことから、まあ多分こんなような動画を見てる人だったら知ってるようなことから、
魚のイノシン酸はどうやって増えていくのか。まずね、魚のイノシン酸が増えるのに必要不可欠なのはね、ATP っていう、これエネルギーね。エネルギー産生どうのこうのって言ってたエネルギーがこれです。ATP ってもの。アデノシン酸リン酸っていう、まあもうちょっと後で詳しく言いますけど。まあこれはね、旨味成分、イノシン酸の元になってます。で、これはね、筋肉を動かすエネルギー。まあ、筋肉を動かすだけじゃなくても体のすべてのエネルギー、これは魚に限らずすべての動物にすべてに言えることだね。もう ATP っていうのはね、もう、もう生命を維持するのに必要なエネルギーと言っても過言ではないかな。まあ、筋肉を動かしたりすると減っていく。まあ、減るっていうか、まあ、いいや、アデノシン三リン酸っていう、まあ、アデノシンっていうのに、リン酸っていうのが3つくっついて、アデノシン三リン酸っていうんだけど、まあ、そこからリン酸をつけたり外したり、つけたり外したり、アデノシン三リン酸っていうのと、アデノシン二リン酸っていうのがあって、その下にもう一個あるんだけど。まあいいや、まあ、とりあえずそのね、リン酸っていうのをつけたり外したり、つけたり外したりすることで、この筋肉を動かしたりする、エネルギーとして使ってます。で、まあ、筋肉を動かすと減少するし、ストレスでも減少します。でね、この ATP っていうのは、まあ、嫌気的とか好気的。まあ、この辺はまあ、まあ、いいや、ミトコンドリアっていうのでね、好気的っていうのはミトコンドリアっていう器官でね、エネルギーを作り出すときに、酸素を使って作り出すときに好気的。で、嫌気的っていうのは、糖質をね、発酵させることによって、糖、グルタミン、あ、違う違う、グルタミンとか、グルタミンとグルコース、糖質ね、を、発酵させることによって、エネルギーを作ることを嫌気的。無酸素。まあ、有酸素と無酸素だと思えばいいです。のエネルギー産生によって ATP が作り出される。アデノシン二リン酸っていうのに、アデノシン二リン酸っていうのに、リン酸を1個くっつけるだけなんだけど。まあ、いや、この辺は後でね、もうちょっと詳しくやります。で、この ATP っていうのが、分解、死後、分解されていきますね。まあ、死後硬直とともに。ATP が分解されると、死後硬直が始まります。この死後硬直も後でね、詳しくやりますからね。死後硬直っていうんだけど、まあ、これはね、冷却収縮って言ったり、乳酸硬直って言ったり、まあ、起きてる現象は一緒なんですけども、まあ、その原因がちょっと違います。まあ、冷却によって起きる収縮だったり、乳酸によってね、起きる硬直だったりっていうのがありますね。まあ、これ、後で詳しく、超詳しく解説するのでね。興味があれば最後まで見てください。まあ、ここで軽く触れると、まあ、0度近くの低温で始まっちゃう硬直っていうのが冷却収縮で、まあ、乳酸が酸化物質っていうのはね、最初の方に言ったと思いますけど、言ってないっけ？まあ、乳酸が溜まると酸化するんです。乳酸っていうのはね、酸化物質なので、酸性の物質なのでね、乳酸が溜まると酸化する。酸化すると始まってしまう硬直のことを乳酸硬直と呼びます。まあ、なんでかっていうと、まあ、乳酸によって酸化されると、酸化によって細胞の、エネルギー産生が止まってしまって、エネルギー産生が止まると ATP がなくなって硬直が始まるっていうんだけど、まあ、それはまたね、後で詳しく触れます。この ATP が分解されていくとイノシン酸になりますよって。で、ここだけ見ると ATP がどんどん消費されちゃうとイノシン酸の量が減っちゃうよっていう答えになっちゃうんだけど、それは完全に度勘違いなので、まあそこはね、勘違いしないようにした方がいいと思います。連れてすぐ締めようが、生け越してから締めようが、イノシン酸の総量は変わらないというか、生け越して死後硬直を遅らせれば遅らせるほどイノシン酸の量は減ります。後で説明しますけどね。ATP の分解速度が遅いほど、イノシン酸の減少しだすタイミングも遅くなるっていうのが、まあ、ATP の分解速度が遅れれば、その分死後硬直が遅れます。まあ、そうするとね、ところてん式っていうか、なんていうの、こう、どん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 後ろがね、ケツが詰まっていくように、なんて言えばいいんだろう、どん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 先送り先送りになっていくので、イノシン酸が減少しだすタイミングも当然遅くなる。まあ、要するに鮮度が保てるということだ。ATP の分解速度が遅いほど鮮度は保てますよっていう話です。
で、これを過ぎていくとね、鮮度低下とか、腐敗が進んでいきます。で、まずね、この ATPMAX の状態、締めたて、まあ、要するに、まだ死んで間もない頃っていうのは ATP が 100%、まあ、ATP100% って言い方おかしいんだけども、ATP がすごくてイノシン酸が全然ない状態だよっていう、この状態っていうのは、刺身で食べた時はね、身がゴリゴリで旨味は少ないです。これが好きな人がいる。これが好きな人も当然います。それは最初に紹介した、うまいか、美味しいか、うまいかっていうののね、この、美味しいっていう部分に関わってくる話ね。この、身がゴリゴリだけど旨味は少ないけど、この状態がすごく好きだっていう人もね、いるんで。まあ、これは好みの問題です。で、まあ、この中途半端なところ、イノシン酸 50%、ATP50% みたいな状態。この状態っていうのは、まあ、そこそこね、身にも歯応えがあって、旨味も出てきます。これね、ATP50% って、まあ、これ表現の仕方としてはちょっと語弊があるかもしれないんですけどね。まあいいや、ちょっと、まあいいや、ごめんなさい、忘れてください。で、まあ ATP が全然なくなっちゃって、もうイノシン酸すごい多いよっていう時。その時は、身の歯応えはなくなるけど、旨味は最大ですと。これが、熟成ですね。この工程が熟成。この工程すべてが熟成と呼ばれるもの。どのタイミングで食べるかはその料理人だったり食べる人の好みによって変わってきますけどね。これね、実際ね、もう本当に好みの問題で、好みにもよるし、魚種にもよる。僕なんかは、例えばなんですけど、キスとかハゼとかはね、僕ね、この ATP100% イノシン酸 0% っていう段階的には。もうこの段階の方が僕は美味しいと感じます。この、熟成された場合よりも、もう締めたて、生きた状態の方が僕は好きですね。キスやハゼは。で、逆に、マダイはもう本当にがっつり寝かした後の方が僕は好きです。で、シーバスやなんかはこのちょうど間ぐらいかな。この辺。あんまりクタクタになっちゃっても、好きじゃないし、マダイほど旨味出てこないし、旨味って言えばいいのかな。まあ、僕は多分ね、歯応えが若干残ってて、旨味も出てきてるぐらいのね、感じが、シーバスなんかは好きです。なのでね、好みによっても違うし、魚種によっても変わってくる。魚種ごとのね、自分がよく釣る魚が、どういう状態が一番好きかなっていうのをね、こういうのをイメージしながら締めて熟成させてもらえれば、自分が好きな、タイミングがね、見つかると思います。これね、好みの話で言うと、血もね、ありますよね。まあ、ちょっとグラフが違うけど、血が多いのが好きか、少ない方が好きか。まあ、やっぱり血がね、残ってないと魚うまくねえぞっていう人もいれば、いや、血はちょっと臭いんだよなって思う人もいる。で、それはね、もうその血の力量、今回はもうできるだけ熟成させるための話をしているので、血は極限まで抜く方法をね、血を極限まで抜く方法をね、紹介してますけど、なんならね、血なんて全く抜かない方がうまいじゃんっていうね、場合もあるし。アジやなんかはね、血抜きしない方がうまいよっていう人もいれば、いや、ちょっと血抜いた方がな、臭みとかなくてな、うまいんだよなって思う人もいる。だからもう血に関しても、その熟成タイミングに関しても、それぞれね、ちょっとね、いろいろ試して抜きゃいいってもんじゃないし、残しゃいいってもんでもないし、しばらくね、まあ3日4日寝かさなきゃいけないっていうかね、もうちょっと今夜食べれないし、明日明後日もちょっと飲み会入ってて食べれないからっていうんだったら、まあ、寝かすしかないし、まあ、リリースしてもいいんだけど、まあ、でも食べたいと。食べたいんだったら寝かすしかない。寝かすんだったら血は抜いておきましょう、みたいな。そういうね、自己判断がね、結構関わってくると思います。それじゃあね、次に行きます。なぜ死後硬直するのか。もうこれがね、死後硬直がなんで起こるかっていうのを分かってないとね、結構、今後というか、この後の説明が分かりにくくなってくるのでね。まあ、とりあえず、死後硬直って、まあ、筋肉に力が入っている時と入ってない時っていうのがあるんだけど、
これは人間生きてる時もね、魚が生きてる時も全部一緒。力が筋肉にね、力にがね、入ってる時っていうのはね、この筋肉の繊維にはミオシンっていうのとアクチンっていうのね、2種類の繊維があります。まあこれ太い繊維と細い繊維みたいな、まあいいや、ミオシンっていうのとアクチンっていうのがあって、この間にね、トロポミオシンっていうのがね、間に入り込んでるんですけど、このトロポミオシンっていうのがね、まあいいや。これが筋肉の繊維です。で、ここにね、カルシウムイオンっていう物質があるんだけど、普段ね、このカルシウムイオンっていうのはね、このね、袋、まあ、小包帯って呼ばれるね、袋の中に入ってます。で、このね、袋の中に閉じ込めておくのにエネルギーである ATP が必要です。でね、この筋肉に力が入っているとき、こっちはね、入ってないときの状態。ミオシンっていうのとアクチンっていうのの間にトロポミオシンっていうのがあって、カルシウムイオンが小包帯っていう袋の中に入り込んでいる状態っていうのが筋肉に力が入っていないときです。ね、次、力が入っているとき。力が入っているときっていうのは、この小包帯の袋の中からカルシウムイオンが飛び出てきます。そうすると、この間にあったトロポミオシンとね、カルシウムイオンがくっつきます。そうすると、ミオシンとアクチンがくっついて、これ、アクトミオシンっていう物質に変わります。まあ、このね、アクトミオシンっていうものに変わってるときは、筋肉に力が入ってる。これね、自分でも一緒。今、手に思いっきり力ギュッって入れたときは、これアクトミオシン。で、こっちから抜くと、ミオシンとアクチンの間にトロポミオシンが入り込んだ状態。わかるかな？手グーパーグーパーやってみてください。それがね、力が入っている時と入ってない時っていうのはこの状態をね、ひたすら繰り返してます。で、息絶えた後ね、締めた後っていうのは、絶命後、ATP が増えないので、このカルシウムイオンを、この小包帯っていう袋の中に戻せません。出っ放しになっちゃう。これね、袋に ATP が必要。袋にカルシウムイオンを入れとくのに ATP が必要です。で、それが死んじゃった後はね、ATP 作れない。嫌気的にも好気的にもね、作れないので、カルシウムイオンが飛び出しちゃいますと。そうするとトロポミオシンとくっついちゃってアクトミオシンが形成されると。そうすると力が入っちゃう。で、この力が入ってる時の状態が続くことを死後硬直と呼びます。死後硬直後は、筋肉の組織は崩壊していきます。要するに、タンパク質が分解されていくってこと。脂肪も含め。で、このタンパク質とか脂肪の分解崩壊っていうのは、低温では進行が遅くなります。一度で保存してねっていうのはそういうことに。できるだけ低温で保存すれば、この組織の崩壊が、食い止められる。ある程度は。でもこのね、組織の崩壊っていうのはタンパク質が分解していくので、要するに遊離アミノ酸の発生につながってくる。まあこの遊離アミノ酸はね、また後でちょっと触れると思います。で、このカルシウムイオン。ね、急激に冷えるとカルシウムイオンが袋から出てきちゃうんです。これを、まあこれも細胞なのでね、すごく思いっきり冷やすと、この小包帯が破れるっていうかね、まあ、破れるっていう表現が正しいかどうかわかんないけど、カルシウムイオンが出てきちゃうんですよね。で、そうすると、この状態になって、この状態による死後硬直が、冷却収縮と呼ばれるもの。で、それとは別に、乳酸による pH の低下、まあ、酸化する。酸化した時に、細胞が活動できなくなって、嫌気的の代謝の、エネルギー産生ね。嫌気的なエネルギー産生が停止することによって起こる硬直を乳酸硬直と呼ぶ。これはね、最初のうちに説明したやつですね。まあ、とりあえずこれが死後硬直のメカニズムです。まあ、とりあえず次進みますね。次、ATP からイノシン酸への分解工程というのと、あと、ケーチっていうのはね、鮮度指数のことです。ATP っていうのは、
イノシン酸っていうのにね、変化するって言ってたけど、その間にはね、いくつか工程があって、ATP、ADP、次、AMP、IMP、これ、HXR っていうものかな？これ、ごめんなさい、読み方よくわかんないですよね。HXR、XR。これはね、一個一個。アデノシン三リン酸。アデノシンっていうのに、リン酸が3つくっついて、アデノシン三リン酸。まあ、それと同じ意味で、アデノシン二リン酸、アデノシン一リン酸。で、イノシン酸。このイノシン酸っていう旨味成分に、ATP がね、アデノシン三リン酸って、ATP がイノシン酸に変わる間に、こういう工程を経て、分解されて、リン酸が1個ずつ外されて、イノシン酸に変わるんです。だから、まあいいや、とりあえずもうちょっと進もう。で、この下が分解されると、イノシン酸。で、最後、ヒポキサンチン。まあこれもうちょっと最後って言ってももうちょっと本当はあるんだけど。まあ、とりあえず、経値として、この経値っていうので、言われるのはこの6つなので、まあ、ここまでにしときます。で、このね、イノシンっていうのは、イノシン酸っていうのからイノシンに変わるんだけど、このイノシンっていうのになっちゃうと、無味無臭。まあ、要するに味がねえし、匂いもねえよっていう、旨味成分だったのから旨味とかが全部抜けちゃったような状態。で、ヒポキサンチンになってくると苦味が発生します。これね、臭みとかね、解説してるようなサイトもあったんだけど、これ研究によるとイノシンは無味無臭で、ヒポキサンチン自体を単体で舐めるとすごい苦いらしいです。これ僕自身がね、確かめようがないので検証しようがないんですけど、まあ、この臭みっていうのはこれをね、間違いっていうか、要するに鮮度が低下してきゃ臭くなってくるんだから、臭みっていうのも間違いじゃないのかもしれないけど、まあ、とりあえずイノシン単体は無味無臭で、ヒポキサンチン自体は苦いらしいです。でね、普段生きてるときは、この ATP と ADP を、リン酸をね、つけたり外したり、つけたり外したりしながら、エネルギーをね、こうやりくりしてます。まあ、このアデノシン三リン酸からアデノシン一リン酸にね、リン酸を2つ一気に外して、体を光らせるね、ルシフェリンっていうね、まあ反応って言えばいいのかな、ホタルとか、チョウチンアンコウとか、ああいう体を発光させるやつね。あれは、アデノシン三リン酸からリン酸を二つ一気に外して、体を発光させるのに使ってますけど、まあそうじゃないときはね、普通は、このアデノシン三リン酸とリン酸をぐる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 行ったり来たりしてます。んで、このアデノシン一リン酸からイノシン酸。これはね、死後の反応ですね。息絶えた後。アデノシンデアミナーゼっていう酵素によって分解されます。赤身魚にはね、すごいいっぱいある。マグロとか、カツオとか。ああいうのにはね、このアデノシンデアミナーゼっていう酵素がね、いっぱいあるのでね、より分解されやすい。で、イカとかタコにはないんですよ。イカとかタコは、このアデノシンデアミナーゼがなくて、アデノシン一リン酸からね、アデノシンっていうのに変わって、イノシンヒポキサンチンっていう分解工程を経て、鮮度が落ちていくんですけど、まあ、一番最初に説明した三大旨味成分の後に出てきたね、AMP。まあ、これも旨味成分で、これはメイン、イカとかタコはね、この AMP がメインのって言ったらおかしいのか、相乗効果によって、いろんな旨味成分と組み合わさることによって、旨味を発生させる物質なので、これがメインって言ったらおかしな話だけど。まあ、イカとかタコはここが旨味成分です。で、魚はさらにアデノシンデアミナーゼっていうので分解されて、イノシン酸に変わりますと。で、経値っていう、これは鮮度指数ですね。鮮度指数、経値っていうのは、そうだ。ちょっとここでね。要するに、魚が釣られたばっかりだろうが、イケコそうが、最終的にたどり着くイノシン酸の量は変わらないよっていうのは、こういう分解を経てイノシン酸に変わるから、ATP 消費したら、リン酸1個外れて ADP に変わるだけなんですよ。で、死んだ後は、AMP、IMP っていう風に、工程を、もう、これはもう、完全にこの順番に分解されていくのはもう、普遍的なものなので、
だからそういうこと、ATP を残そうが減らそうが、イノシン酸の量は変わらないから、まあ、ここの総量は変わりません。これね、この総量を変えるためにはね、ヌクレオチドっていうね、合成があるんだけど、その中でのね、デノボ合成っていうね、新生経路があるんだけどね、その新生経路を使わないとイノシン酸は作られない。で、イノシン酸作って、MAP 作って、ADP 作って、ATP 作るっていうね、デノボ合成っていう、まあ、新生経路があるんだけど、プリンヌクレオチドのデノボ合成って、まあ、興味があったら調べてください。まあ、その工程は基本的にはね、すごくエネルギーを消費するので、使われてなくて、まあ、ずっとこの繰り返し繰り返し使われてるエネルギーなので、ここのね、核酸って呼ばれるんだけど、これは。これらを核酸って言うんだけど、この核酸の総量自体は、体内の核酸の総量は変わらない。変わりません。だから、この ATP をいくら消費したって、イノシン酸は減らないよっていうのはそういうことです。で、死後硬直を遅らせれば遅らせるほど ATP がまだあるのに、消費した先に消費された ATP はだんだん分解されて、イノシン酸に到達してしまう。イノシン酸はもうある、まだある、イノシン酸がもうだいぶ できてても、ATP がちょっとでも残ってたら、本来イノシン酸がなるはず、イノシン酸になるはずの ATP がまだ残ってるってことがさ、イノシン酸の量が減るじゃないですか。で、死後硬直を遅らせれば遅らせるほど、イノシン酸がピークになった時の総量。ATP をさっさと枯渇させちゃって、で、一気に ADP にしちゃったら順番に分解されていくから、IMP、イノシン酸が増えた時は、なんていうの、一気に分解された方がさ、イノシン酸の総量って増えるじゃないですか。だから、死後硬直を遅らせれば遅らせるほど、イノシン酸の量は減って、死後硬直を早くすれば早くするほど、イノシン酸がピークになった時のピーク時の量は増えるよっていうのはそういうことです。ごめんなさい。僕説明クソ下手くそなんで分かるかどうか分かんないですけど、まあ、なんとかついてきてください。で、経値っていうのは、鮮度指数です。はい、経値っていうのはね、このね、すべて、ATP からヒポキサンチンまでをすべて足して、で、このイノシンとヒポキサンチンの2つを足したものを割ったとき、かける100。この2つがね、深度低下の物質です。まあ、こういう計算式で、経値っていうのを出します。これはね、食品業界はね、これで計算されてるはずです。鮮魚とか活魚とか、加熱用とかっていうのは、ね、この経値が関わってきますね。で、0% から 20% が生食。まあ、刺身で食っていいよっていうのね。で、20% から 40% はまあまあそこそこ鮮度は良好です。40% から 60% も加熱してねって言われてて、60% 以上は腐敗してます。これね、調べる機会があるんだけど、20、30万したかな。12万ぐらいでちょっと安めのやつは買えるけど、一般人が買うようなものではないですね。これを測る機会。で、研究によると 20% 直前はどんな魚でもイノシン酸の量が一番増えます。で、経値の上昇は、魚種や個体によって様々ですので、まあ、これに関してはね、もう研究結果っていうかもう自分が散々試してなんか自分でこうフィードバックを得るしかないですね。もう、なんだろう、個体によっても違うので、まあ、ここに関してはちょっと計算では出せないですね。で、これはね、割と一定です。絶命後3日から4日で有利アミノ酸が上昇する。で、10日から14日頃がだいたいピークですよって。これは、まあ、タンパク質の、分解です。タンパク質が分解されると有利アミノ酸になる。で、それが始まるのがだいたいね、3日から4日後です。まあ最終的には魚種ごとにね、自分で試行錯誤しながら極めるしかないっていう、まあなんか、元も子もない話になっちゃうんですけど。まあここはね、自分で極めてください。これが分かってれば、あとはね、自分で研究できるはずです。マダイヤなんかは経値がね、20% になるのに、この 20% っていうのになるのに、マダイヤなんかはね、1週間とか10日ぐらいかかる。
まあ、その状態によっても、研究者が出してた状態がどういう状態なのかわかんないんで、正確には言えないんですけど、まあ、最終的には魚種ごとにね、自分がよく釣る魚で試してみてください。です。ここでちょっとね、補足っていうか、これね、死後硬直は、白身魚ね、白身魚がなんで死後硬直が、神経締めすると緩くなるかっていうのが、これがわかるとね、わかると思うんですけど、まあ、ATP、まあ、さっきのね、死後硬直を抑えるのに ATP が必要だっていう話がありましたけど、その ATP が徐々に、使われてるっていうか、ATP が徐々に減っていくと、徐々にカルシウムイオンが出てきて、徐々にアクトミオシンが形成されて、徐々に硬くなる。だけど、先に使われた ATP はだんだん分解されて、イノシン酸に変わっちゃうんだけど、イノシン酸に変わってきた後、イノシン酸に変わった時でも、まだ ATP が残ってると、まだ死後硬直が始まり出した筋肉の繊維がある。だけど最初に固まったところはもう ATP 使われてイノシン酸まで分解されちゃってる。で、最後に使われた ATP がだんだんイノシン酸に分解される頃にはイノシン酸はもうヒポキサンチンとかになっちゃってる。これが死後硬直が緩くなる理由と、神経締めとかして鮮度を保てば保つほどイノシン酸が総量が、イノシン酸がのピークがね、伸ばせば伸ばすほどイノシン酸のピークが減っちゃうよっていうのはそういうことです。なんとなくイメージできると思うんですけど。で、ATP ガンガンなくなっちゃってる状態、もう動きまくってガンガン ATP 使っちゃってるような状態の時にサッと締めちゃうと、もう ATP ほとんどないからカルシウムイオン一気に飛び出してきちゃって、で、一気に死後硬直が始まると。で、ATP はもう順番にどんどん分解されて、まあ、分解のね、この AT、アデノシン一リン酸からイノシン酸に分解するのにアデノシンデアミナーゼっていう酵素が必要なんだけど、まあ、これのね、ポテンシャルにもよるんだけど、その魚が持ってるね、この酵素の、どのぐらい酵素があるかっていうのにもよってくるんだけど、順番に分解されて、イノシン酸になるっていう経路は全く一緒なので、ATP が一気に ADP になっちゃってる状態から順番に一気にね、分解されていけば、こっからここのスパンが短ければ短いほど一気に増えるじゃないですか。だからもうここの ATP から INP の総量が一気に INP に集中する。だから死後硬直は早く起こせば起こさすほど上手くなるよっていうのはそういうことです。漁師さんなんかでね、まあ、今日食うんだったら、のじめの方がうまいぞって言ってるのも、それで理解ができると思うんですよ。まあ、よく言ってる漁師さんがいるっていうのをどっかで耳にしたことがあると思うんですけど、まあ、それは、のじめの方がうまいぞってことは、さっさと死後硬直を起こさせて、ATP を一気に消費させちゃって、一気に ADP にしちゃえば、あとは ADP から INP までは順番に分解されていくので、だからその日食べるんだったらのじめにしちゃって、 ATP を一気に全部総入れ替えみたいな、総分解させちゃった方がイノシン酸の総量は増えますよと。で、死後硬直を遅らせれば遅らせるほど ATP が徐々にゆっくりゆっくりなくなっていくから、この最後の ATP が分解される頃にはもう最初のうちにイノシン酸に変わったやつはもうイノシンとかヒポキサンチンに分解されちゃってる。ただね、こっからここの分解は早いけど、こっからここの分解はね、遅いみたいなので、時間までは出てないけど。まあ、とりあえずそんな感じです。あとね、これね、もう一個補足なんですけど、僕は極めてない部分になってくるんですけどね、この、絶命後3日から4日かけて、3日から4日後以降から増える遊離アミノ酸。これ遊離アミノ酸も旨味成分を感じる成分です。干物屋なんかはね、この遊離アミノ酸がすごい多い。塩漬けにしちゃって、塩塩分濃度上げて、
で、細菌とかね、ああいうのが繁殖しないような状態を作った上で、干すことによって遊離アミノ酸がね、すごい増えてるみたいです。だから、で、水分が抜けるし、で、旨味が凝縮する。だから、干物っていうのはすごい旨味を感じますよね。多分、僕は感じるんですけど。あれは、この遊離アミノ酸っていうのもすごい出てくる。ので、旨味がすごく増えてるみたいです。で、この遊離アミノ酸ね、ああ、そうだ、もう一個ちょっと補足。ごめんなさい、補足の補足になっちゃって申し訳ないんだけど、イノシン酸のね、イノシン酸を増やしながら遊離アミノ酸を増やすっていうと、途中にね、煮るとか焼くとかいう工程を入れると、鰹節とか煮干しね、あれはなんか酵素を途中で止めて、んで、旨味をひたすら引き出し続けたのが煮干しとか、鰹節みたいです。で、この遊離アミノ酸、水で血抜きする血抜きのやり方あるじゃないですか。すごい有名なやつ。で、あれ、とんでもなく長い時間寝かしてますけど、このイノシン酸の旨味成分というよりは、多分ね、この遊離アミノ酸の旨味成分が増えてるんじゃないかなと思います。おそらく。だから、すごく死後硬直とかを遅らせて、イノシン酸が増えるタイミングを遅らせた上で、遊離アミノ酸が上昇するタイミングと一致させると、旨味の相乗効果でね、すごい美味しい魚が出来上がるのかもしれない。まあ、それはプロの知識とか勘とか、そういうのがいろいろ、必要だとは思うんですけど、まあ、ただ、やっぱね、3日から4日、お刺身で3日から4日って常識か非常識かって言われたら、非常識な感じはするとは思うんですけど、そんなに経って食べれるのかな？ましてやね、10日後とか2週間後？ 2 週間後の魚が刺身で食べれるの？みたいな感覚になると思うんですけど、まあ、当然、遊離アミノ酸の上昇による旨味成分の増加を狙おうと思うと、やっぱりね、腐敗のリスクが上がってきますよね。腐敗リスク。まあ、要するに食べれなくなる。まあ、食べれなくても、まあ、寝かしすぎちゃって旨味なくなっちゃって、スカスカになっちゃって美味しくないなっていう状態もあると思うんです。じゃあね、この次で、腐敗に関して、ちょっと解説したいと思います。はい、次。腐敗とはどんな状態なのかっていうのもね、やっぱり熟成していく過程で腐敗も進んでしまうのでね、腐敗がどんな状態なのかっていうのもね、ちゃんと知っとかないとと思って、まあ、腐敗の定義ってかなり実はね、曖昧みたいです。まあ、この動画の中では美味しく食べられない状態を腐敗としたいと思います。まあ、一般的に言われてるのは、ケイチが60%以上。これ、ケイチね、60%以上ってね、一般的に言われてます。これね、栄養士かなんかのね、とか薬剤師とかの試験でもね、60%以上は腐敗っていうね、国家資格でね、試験問題出てるみたいなんだけど、寿司屋のネタをね、ケイチを測った研究者がいたみたいで、その人によると、薄利多売系の安いお寿司屋さんのネタっていうのは、割と40%から60%のネタが多いみたいです。だけど別に臭くもなくさ、食べれちゃってるよね。普通に刺身で。まあ、だからこれはね、ケイチがね、60%以上だと腐敗っていうのは、これね、鮮度低下であって、食べられない状態ではないです。ない。ないみたいです。言っといた方がいいのかな。まあ、お寿司屋さんの安いお寿司屋さんはね、割とケージ60%に近い刺身を出してるみたいです。次ね、魚の腐敗臭、トリメチルアミンっていうのは腐敗臭っていうか、まあ、魚臭さ。これはね、お寿司で例えると、お酢。お酢でかなり抑えられてしまうみたいです、この腐敗臭っていうのは。トリメチルアミンによる腐敗臭っていうのは、お酢でかなり抑えられるみたい。で、これトリメチルアミンってね、食品のね、添加物としてもね、香り付けで使われてたりしてて、で、健康に害は出ないっていうのでね、あんまり記載もね、規制されてね、裏にね、書きなさいよみたいなことも言われてないみたいで、だからこれが出て臭いからって食べたら、体壊すとか健康的被害が出るかって言われたら、そんなにとんでもない大量摂取しない限りは大丈夫みたいです。だからお酢とかで中和しちゃえば別にこれも感じないので食べれる。で、本当に食べられなくなるのはこれね、細菌の増殖。まあ腐敗。細菌による腐敗。
腐敗細菌って呼ばれるもの、これもね、曖昧でさ、発酵って呼ばれる場合もあるんだよね。この細菌の増殖によるタンパク質の分解によって腐敗していく状況を発酵とも呼ぶ。草屋とか、あと船寿司。まあ、あの辺も下手すれば腐敗と呼ばれてもしょうがない。もうこれはね、食べる人によるのかな。お腹を壊すか壊さないは別として、納豆だってあれ人に言わせれば腐ってるだけだし、人に言わせれば発酵だしっていうね。まあ、だけど魚が本当に食べれない状態になるような状態っていうのはこの細菌による腐敗。腐敗によって食えなくなるっていうより、細菌の増殖によって食えなくなるって言った方が正しいのかな。まあ、あと酸化。まあ、ちょっと上下しちゃいましたけど、まあ、酸化ね。過酸化脂質によって酸化。酸化によって過酸化脂質が形成されて臭くて食べれなくなる。こういう場合はね、これ油で揚げると過酸化脂質って不飽和脂肪酸。不飽和脂肪酸が、揚げ油っていうのは基本的に飽和脂肪酸なので、その飽和脂肪酸とね、不飽和脂肪酸がね、置換される。まあ、置き換えられるみたいで。なので、過酸化脂質が形成されて臭くなったような魚は、油で揚げちゃえば食べることはできます。このね、トリメチルアミンっていうね、ちょっと臭み成分っていうのは、これね、すごく水に溶けやすい成分なので、スーパーで買ってきた刺身とか、魚がね、ちょっとね、匂うなと思ったら、水で洗っちゃえばね、結構この魚臭さは落ちます。ただね、いきなり水でしっかり洗っちゃうと、水分吸っちゃうので、できればちょっとね、塩水で。そんなにキシャって洗ったぐらいじゃね、なかなか取れないのでね。塩水につければ、あんまり水分をね、吸っちゃったりとかいう心配もなく、このトリメチルアミンの匂いをね、取れます。取ることができます。で、このついでにね、この過酸化脂質、表面からやっぱり酸化していくので、過酸化脂質のね、ちょっと臭くなっちゃった油もね、ついでに落とすことができます。なんか浸透圧でどうのこうのでとか言って心配する、話もいっぱい出てくるんだけど、まあ、臭かったら台無しだからね、と僕は思うんですけど。だからまあ、じゃーっととりあえず、その塩水作って、ちょっと濃いめの塩水。何パーって数字は僕適当に言っちゃうからあんまり、何パーって明確にできないんだけど、まあ、塩、海の海水のしょっぱさぐらいのしょっぱさの水を作って、で、それを、に、ね、それにちょっとつけて、しばらくつけて、つける時間は適当だな。ちょっと表面がね、ぬるっとしてくるぐらい。で、その後、しょっぱいままになっちゃうんで、水でね、シャシャシャっと軽く洗えば、表面についたね、トリメチルアミンとか、過酸化脂質の臭い成分が取ることができるので、まあ、これ一応、ちょっとした補足で付け加えておきます。まあでも、うまいかどうかって言ったら別だよね。で、ヒスタミンね。これヒスタミンがもう生成されちゃったら魚は食べられません。あと、腸炎ビブリオ。これはね、海水魚ね。海水魚は、ビブリオっていうのは、腸炎ビブリオがね、繁殖しやすい。なので、ちゃんと水で洗ってください。まあ、あと、寄生虫関連ね。アニサキスとか、顎口虫とか。顎口虫は淡水魚だけどね。これ、顎口虫はマジでやばい。これね、脳とかに入られちゃうとね、本当に終わるパターンだね、これ。だから、ブラックバスとかああいうのはね、刺身で食べちゃダメだよっていうのはこの顎口虫がいるからです。まあ、これは、この辺がね、まあ、要するに時間の経過とともに腐敗のリスクは増える。これ全部腐敗のね、まあ、腐敗と呼ばれる部分になってくるので、基本的には。まあ、食えるか食わないかは別として、こういうのを含めて美味しく食べられない状態っていうのになってきます。で、これは時間の経過とともに腐敗のリスクは増えますよと。間違いなく。で、長期熟成には正しい知識とか正しい処理、あと熟練した技術とか勘、あと整った設備っていうのはもう温度管理とか衛生管理とか、
そういうのがね、しっかりできてる場所。で、寝かしすぎると、うまみがなくなっちゃうよっていう。まあ、イノシン酸にしてもね、ピーク迎えたらそのうち下がってくるんだよね。あんまり寝かしすぎても味がスカスカになっちゃうよって。まあ、寝かしたことによってうまいはずだっていうプラシーボ効果って思い込みでね、美味しく感じることはあるかもしれないけど、それはうまいか美味しいかって言ったら美味しいだけであって、うまいわけではない。寝かしまくったからうまいと思う。うまいはずだっていう思い込みによるプラシーボ効果で美味しいと感じてる。まあ、この動画はうまい状態をね、求めてる動画なので。まあ、釣り上げた時の、まあ、僕がね、この動画で、提案したいのはね、釣り人のためなので、釣り上げた時の興奮とか余韻に浸りながら、腐敗のリスクに怯えることなく、できるだけ早く美味しい魚を食べたくありませんかっていう。もうなんかすごい寝かせば寝かすほどうまいとか、時間経てば経つほどうまいとかっていう風潮はすごく流れてる感じがしますけど、でもやっぱり、釣った時の興奮とかさ、釣れとかと一緒に釣り行ってれば、いや、すごかったな、あれ、とか言いながら、できるだけ美味しい魚を食べたいよねっていう。だったら、早く熟成させる早期熟成っていう方法を身につけてみてはいかがでしょうかっていうのがね、この動画で僕が伝えていきたいことです。それではね、最後に、今回ね、この解説で使わせてもらったね、アジとか、まあ他の魚もいますけど、他の、使ってないけどね、他の魚とかもね、スーパーで買ってきた魚でもね、美味しく食べれるよってことでね、いつも通り最後は乾杯で締めくくりたいと思います。最後はね、いつも通り乾杯で締めくくりたいと思います。こんな長い動画を最後まで見てくれてありがとうございます。乾杯。あー、うまい。こちらね、あんだけうんちく語ったくせにスーパーで買ってきたアジとキンメダイ、まあスーパーで買ってきたって言っても切り身じゃなくてね、丸ごと1匹そのまま刺身用って売ってたやつ、キンメとアジですけど、まあ、まずね、アジからちょっとこれ切り方をね、これちぎれちゃってるわ、ここでいいか。まあ、生姜もつけずに、いただきます。おいしい。散々ね、あんなうんちく語りまくった後でスーパーの刺身食べてますけど、美味しいよね。こんなごちゃごちゃ難しいこと言っとらんでも、こうやって刺身になってね、食べりゃね、美味しいんですよ結局。まあ、同じ魚をね、何回もずっと同じ魚ばっかり釣って、同じ魚ばっかり食べてると、もうちょっと美味しい魚の処理の仕方とかないかなって試行錯誤したくなるのがね、多分釣り人の性だと思うんですけど、まああんまり食べることにね、興味がないとね、まあいっかっていう感じになるかもしれないけど、釣るだけ釣って食べないって人もいるしね。これキンメダイ、いただきます。キンメの炙りね、美味しい。美味しいんですよ、美味しきゃいいんだ と僕は思うっていう。まあね、今回この動画を見てもらって、これ見てくれたあなたがね、ちょっとでも、魚のね、美味しい食べ方にたどり着ければ、自分が求めてる美味しい食べ方ね、もう人がどうのこうのとか、もうそんなこと僕は的にはどうでもいいんで、自分が、わ、これうまいじゃんと思って食べれる食べ方にね、この動画をきっかけにたどり着いてもらえたら嬉しいなと。僕個人的にはね、こんな動画出してる以上、思います。美味しい。こんな美味しいですよ。スーパーで買ってきたお刺身でもね、十分美味しいんです。まあ今回の動画を参考にしてもらって、
まあ、実際僕が今日紹介したやつをいろいろ試してもらうと多分違うと思う。その違いが結構わかると思います。あの寝かしすぎて味がスカスカになっちゃったりとか、うわこれすげえうまいなっていうタイミングがあったり、これ歯ごたえすごいけどうまみ全然ないなとか、あこれちょっと血抜きすぎちゃってなんか癖がなくなっちゃって、ああの癖俺好きだったんだなとか、なんかそういうのがなんかねいろいろこう気にしながら試行錯誤してみると気になるところがいっぱいあると思うのでね、ぜひ自分が好きな、締め方とか自分が好きなタイミング食べるタイミングをね、見つけるきっかけになればなと思います。それじゃあね、いつものごとくあとはゆっくりいただきたいのでこの辺で、まあ、これ今後多分ねもう締め方の動画っていうのは僕は出さないと思いますけども、もしまたなんか発見したらその都度、動画の中で伝えていきたいと思います。それではどうも長時間ご視聴ありがとうございました。これからも東海釣り三昧をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。